はい。じゃあ、それでは、えー、1年合格の専用の入門講座の、えー、本論編の民法第1回の講義を進めてまいります。えっ、ー、と、今回の講義からですね、えーまあ、本論編ということで具体的な7法の内容に入っていきます。で、まず一番最初、今日民法という形でね、扱うところですが、えっ、ー、と、全体構造編の中でもね、民法の全体像というか最後にちょっとね、えー、触れたところではありますが、まあ今日から本格的な民法の内容ということになります。で、一応講義メモというのがね、今回あの、まあ、講義の中ではメインで進めていくテキストになりますけれども、えー、大体講義メモ に沿ってて進めていきますででこの講義メモ、順番は基本的にはあの重要なものをとにかくピックアップしたという形になります。えー、ですので、えー、まあセブンサミットですねメインテキストであるセブンサミットの中の順番とは若干違っていて、ですね、えー、どちらかというと抽象的な内容であったりとか えー、抽象的な内容であったりとか、まあとあと学習した方がいいような、ね、総論的な部分っていうのはとりあえずあとにして、えー、まずは実際、試験で問われる問題ですねもしくはまあ試験で実際に出題頻度が高いところをまず、ね、しっかりと、えー、論文レベルまで高めていくという形になりますでその上でまあ今日やるのがまあセクション1ですね、えー、レジュメの方は、ね、このセクション1で分かっていると思いますがこの意思表示というのから学習していきますで意思表示って何ですかというのはまあ前回の講義でもちょろっと扱ったところですが、まあ、少しレジュメを映しながらいきましょう。 えー、基本的な考え方ですけれども、あのーまあ、一定の法律効果に向けられた、えー、意思の外弁の表明というのが一応、定義づけになりますが、まあ、深いこと考えなくていいです、あのー、もう民法って何なのってすべからく、あのー、詩人と詩人との関係じゃないですか、そうすると契約から始まるんですよ、とすると、なんでここから始まるかというと、結局、契約っていうのは、例えば A さんと B さんがいて、えー、申し込みがあって、まあ、前回もちょっと。 全体行動も触れましたが、えー、申し込みと承諾が合致することによって契約が成立するわけですよでこれによって、まあ、契約が成立するとで契約が成立するとどうなるかというとそれによってお互いに例えば売買契約であれば売り主には、えー、物を引き渡す義務、えー、買い主には代金を支払う義務っていうのがそれぞれ発生するとえつまり契約って何なのかといたらつべからく、えー、債権債務 これは全体構図で扱いますね。の発生原因なわけですよ。で、大体こういう債権とか債務とかが発生し,し,しないことにはね、あの民法の問題出てこないので <laughs>、え一番最初こういう債権債務の発生原因であって、であともう一つは覚えてますかね。あの売買契約が成立すると所有権って契約でポンと移るんですよ。ということは、えー、債権とか債務の発生原因であるのとともに、もう一つは物件の変動原因なんだよね。まあ、こんな感じですね。 物件の変動原因ということになります。ということは、まあ、突き詰めていってしまうとこの契約が成立するということがまず民法の学習のスタートなわけですわ。 えですので、ま、民法とは何かとかね、抽象的な学習をね、え、していくよりは、もう予備試験対策っていう観点からすると、事例の中の出発点でまずそういううな、え、どんな債権債務が発生していて、もしくは物件がどういうふうに動いているのかと、え、所有権が誰なのかとかね、ま、そういうようなところが最初になりますので、その契約の成立というのは、まずしっかり理解できないけじゃあ契約の成立理解するために何が必要かって、結局契約の成立ってさっき申し込みと承諾が合致する必要があるんですよ。 これは合致しなきゃダメですからね、えー。例えばこの肉を売ってくださいつっ,ってね、この魚を売ります。じゃあ話にならないわけね。えー、も,でもしくはこれを100円で売ってくれつって、よし500万で売ってやるってね、えー。それだったら契約が合致してないから成立しないわけね。えー、つまり売買契約であれば売買の目的物と代金、えー、それが、えー、合致しなきゃいけないということになります。とすると、まあ、申し込みと承諾って結局何なのかって意思表示の合致なんですよ。 とということになるわけですですので、まあ、意思表示の合致というものが見られて初めて、えー、契約が成立する、じゃあこの意思表示というのを今日最初に学びましょうってことになりますでなかなか結構ハードな、えー、内容になりますけれども、1回で意思表示やりきれるところまでやっちゃおうと思っています。 えー、ですので、えー、意思表示ってそもそもどういうものかというところからある程度、ね、深いところまでやっていく形になりますでまず意思表示については特に問題がなければ、ねあのー、問題にはならないんですが、まあ、大体、まあ、説問に出るということは意思表示何らかのトラブルがあるという場合に問題になりますで条文今日扱う条文は、まあ、最初に言っておくと、ね、意思表示については93条、えー、民法の93条から民法の、えー、厳密に言うと98条の2というところまでありますが主に93、94、95、96という、ねえー、4つ。 いいの条文使いこななししままょうというと、えー、形になりますで、えー、特にあの、まあ、もちろん、ね、これ、初学者向けで、ね、スタートしていますので触れておくと、六法については別に条文を丸暗記する必要はありませんからね、えー、条文丸暗記する必要はありませんので、まあ、書かれていることを理解して納得するということですね、でど,んど,んどんどん使っていくと、えー、いつの間にやら、ね、えー、なんかここまでこういう条文があって、こういう内容になっていると頭に入ってきますので、えー、なんか学習最初の段階だと六、ね、法覚えなきゃいけないんだみたいなね、えー、そういうふうな、えー、ことを聞かれることがありますが、そこは全くございません。 ので、そこはご安心ください。じゃあ、えー、この93からやっていく前に、じゃあ位表示って。じゃあ、そもそも何なのか？っていうことをまあ、ちょっと簡単に分析するとですね、えー、ちょっとレジュメはい,い,いろんなとこ行ったり来たりしますが、大体こんな風になります。あの動機まあ、ちょっと難しい言葉ですが、覚えなくていいです。大体この4つのプロセスなんですよ、えー、動機内心的公開意思表示意思表示行為と。要はパン会に行ってパンください。って言うまでの間に我々っていうのは実は4つのステップ踏んでるんですよ。 えどういうことかというとまず一番最初、動機って何かっていったらパン屋さん行くじゃないですかあうまそうだなと思うわけですよねまずうまそうだなって思うのが動機なわけですじゃあうまそうだなと思ったらどうするかっていったらそのパン買いたいと思いますよね買いたいと思うっていうのがこれ公開誌です欲しいと思うわけですよで欲しいって思うだけだったら、ね、そのまま帰っちゃったら、ね、買えませんよね、えー、欲しいって思ったらどうするかっていったらあくださいって言おうと思うわけですよねつまりあの目の前にいる店員さんにくださいっていうことを表示しようと思ってそれでくださいって喋ると。 でこれによって意思表示って関係するわけ、えー、ですので、えー、ざっくり言ってしまうとその感じで全てそうですよね、えー、例えばお金借りようと思った場合金ねえなから始まるわけですよ、えーまあ、もしくは何か欲しいなと思ってよし金借りようってねって貸してくれって言おうかなってってよし言ってやれって言うわけでしょ、えー、ってなりますから、まあ、大体の意思表示ってすべからくこの動機から表示行為までずっと流れていくってことになるで意思表示問題ないときはこれがストレートに流れていくわけですよ ですがじゃあ問題になるときはどういうときかって言ったらあのこの中にトラブルがあるとき一つ例で言うとですねえ内心的公開意思で欲しくも何ともないと、えー、うまそうだな、でも買わなくていいやと思っているのに、えー、くださいって言っちゃったりとかね、まあ、もしくは逆ですよね、えー、欲しいなと思っているのにいらねえよって言っちゃったりとか、まあ、あのちょっと雑なところはありますけれども、大体、意思表示のが問題っていうのは大体このプロセスの中のどこかに変な。えー ようなことをね、えー、含まれてくるということになります。で、なおですけど、そこまで気にしなくてもいいですが、じゃこの表示行為でくださいって言ったときに、相手がそれを聞くわけですね。で、聞いたときに相手がどう思うかっていうのを表示上の公開意思って言ったりします。えー、つまり、あの、相手に言ったんだけど、話が伝わらねえみたいなときあるでしょ。えー、相手がなんか理解してくれないっていうときは、表示行為まで言ったんだけど、相手方がそれをうまく推認できないっていう場合にも、まあ、もちろん問題になることはある。 分かるよね、えー、これくださいねって言ったのに相手はそのこれをくださいっていうのを正しく解釈してなくて、えー、別なふうに捉えちゃって食い違うってこともあるのでその時はここからここまではあくまでも自分の中で完結するわけだね、えー、動機から表示行為までは自分の中で完結するんだけれども、えー、この表示上の公開意思というのは要するに表示上どう読み取るかは相手次第という、まあ、こういうふうなプロセスを一応、経ていると。 えいうことですが、まあ、あんまりがっつり抑えなくてもいいですあの、必要になったら戻ってきてくれればいいです。じゃあ、じゃあその中で典型的な4つの場面、今日やりましょうということになりますが、まず最初に触れちゃいますけど、えー、とざっくりやってしまいますと、ですね、まあ、実は全体構造で94条やってますから、まあ、4つやりますけど、えー、まず1つは、ちょっと難しい言葉ですが、 心理療法と呼ばれるものです。えっ、ー、と、レジュメの方も1ページね、えー、どんどん喋りながら言ってしまいますけれども、えー、心理療法って一体何なのかっていうとですね、これ、漢字の意味がようわからんと <laughs>、えー、なんかタヌキみたいな感じついてますけど、あの、この理って言葉って何かっていうと、あの裏って意味なんですよ。あの、ちょっと昔の言葉で。えー、つまり、心理療法って何かっていうと、心の裏に何か持ってるって意味です。 えー、心の裏に何か持ってるということは要は本心ではない何かを持っていてそれとは違うことを言うというのが心理流法。えー、つまりこれをストレートに読むと心の裏に何か持っているというのが心理療法ですということはもうすごくざっくり言いますあのもう民法のコツはもう出てきたら具体例ねあの買う気もないのにくださいというケースです わかります、ね、もうこんなもんいらねえよと思ってるのは買うつもりも全くないのにいらないよという場合が心理留保と呼ばれるものですでこの時はどうするかというと何が問題かというと公開意思がないんですよください、欲しいと思ってないのも公開意思がないのに表示,の表示行為の中でくださいと言っちゃってるでしょじゃあこの時どうするかというと結局突き詰めて言えばまあこういう形で送り手と受け手がいるわけですよでこの人が仮に心理留保でくださいと言いました えくださいいと言いました心の中では全然そう思ってないで B さんそれを本心だと思ってはい分かりました売りますよって言った時に要はそれで契約成立するかどうかってことです、えー、じゃあ突き詰めていったら何かって言ったら A のこの意思表示心理留保の意思表示っていうのが有効か無効かじゃないですかあの有効な意思表示だったらあの契約成立しちゃうよね、えー、売る気あの買う気もないのにそれ100万でくれよっつって、ね、B さんが分かった売るよっつってそれが心理留保有効であるならば、えー、もちろん え契約が成立するで心理療法は無効だってことならば意思と無効だったらどうなるか意思と合致がないでしょ片方がないんだから合致がないから契約不成立っていうのがあの分析的な理解になるわけなじゃあそうするとじゃあ心理療法どうやって考えるかというと条文見ましょうか93条、えー、ちょっと難しいこと書いてありますがこんなこと書いてあります、えー、と意思表示は表示は憑依者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそのために効力を妨げられないって書いてありますよね えー、つまりこの効力を妨げられないっていうのはまあ有効だっていうことを表していますですのでまあ93条っていうのは簡単に言うと真意ではないことを知ってしたってことは本心ではない意思表示をしたとしても、えー、そのために効力は妨げられないつまり有効である、えー、ということになりますということはちょっと戻るとですね結局心理療法っていうのはどういうことかっていうと原則これ丸っていうのは有効っていう意味ですねえー、有効ということになります <laughs> でまあ、なんで有効なのって言ったら、まあ、それは自己責任だろうって話ですよね、えー、そんなつもりもないのにさ売ったのに売るつもりもないのに売りますとか買うつもりもないのに買いますっていった場合には有効になるということですで、法律学習のポイントはじゃあこれ、表みたいにな,なってきますそのうち <laughs> じゃあ、それを表を覚えても意味ないんですよねあのどう考えるかって言ったらあの理屈をしっかり押さえましょう理由付けあのなんで無効かっていうと大体民法の学習というのはすごく大切なのが詩人と詩人との関係でしょ。 必ずどっちを保護するかっていう要す,要するに人と人とのバランスなんですよだからどっちを保護すべきかっていう保護性の強い方を優先するようにできてますなので民法って実は勉強していくとこんな戦場とか覚えられないよとか思うけど大体考えらればわかりますあのこういう場合にどっちを優先すべきか考えたらプレイヤー2人じゃないだ一番最初からじゃあ嘘を言った A と信じた B どっちと信じるのっていうそんだけです だったら当然 B の方が保護性高いでしょつまり B を保護するために原則として有効にすべきだということになりますとするとですね、えー、93条正し書き見ていただけるとじゃあ相手方保護するためだからということですがじゃあ93条正し書きを見ていただけると相手方が真意でないことを知り知ることができたときつまり嘘だってことを相手が知ってるんだったら、えー、無効とすると,ということですでこれなぜかっていう理解もなんかできそうじゃない 例外として無効になるのは、これ、ここで図書いたのは、これ、意思表示した人相手方しますね。つまり B が、で、これは全体構図でやりました。え、悪意っていうのは知っていることでしたね。え、B が嘘ついてんな、こいつっていうふうに、はいはいつってね、え、それ100万で買いますよつって、あこいつまた嘘言ってるわ、はいはい、じゃ、売りますよ、みたいなね。え、そんな感じになっている場合には、え、B を保護する必要ありませんので、え、相手方が悪意または過失がある。 過失があるっていうのはね、ねすごい細かく言うと客観的注意義務違反みたいに構成されるんだけど、最初の段階ではうっかりですね。えー、要するに 要するに知ってたり相手方が知り得たという場合ですね。で、その場合には有効にする意味ないから無効でいいじゃんというね、えー、ことになります。ということで、心理療法っていうのは原則としてはこういう形で無効、えー、になるということになります。であ、原則としては有効で相手方が知ってる時には無効にするっていうことになる。じゃあね、もうちょい続けますと、じゃあ94条前回の、えー、っと、全体構造の復習になりますけれども、94条って何だったかっていうと、通報虚偽表示でしたよね。 通報虚偽表示でしたで通報虚偽表示ってどんなものかっていうと通報してした虚偽の意思表示ですよねちょっとまあ下の方に落書きっぽく書きますが94条っていうのは A と B との間で、まあ、通報して売る気もない買う気もないのに通報した場合ですねでこの時はあの有効にする意味ありませんよね だって A さんと B さんどっちも嘘なんでしょ、えー、売る気もない買う気もないのにじゃあ売買契約成立させたことにしましょうかみたいなことで、えー、お互いに通報をして虚偽の表示をしたということであればこれは無効ですとでこちらちょっとねあの全体構造で扱った内容になりますので、えー、ちょっと全体構造をとりあえず置いておいて民法から入っている方はちょっとあとで全体構造を見ていただけると、まあ、ここら辺のところある程度詳しく話していますで、えーでまあ、ここもう一回やりますけどね、えー、通報虚偽表示っていうのは要するに A さんと B さんで通報して、まあ、虚偽の意思表示をした場合、えー、ですね えとレジュメの方でまたやっていきますけれども相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効になりますということになりますでちなみにこれ分かっちゃうとシンプルでまお互いに嘘を言ってるんだからこんなもん無効でしょっていうことでしょ実はこれと同じなのは分かりますだって心理留保で相手が知ってるってまさに同じような状態でしょ だって売る気もないの売る気もないのに売りますって言ってビーさんがそれをあの分かってないまた嘘言ってるわはいはいってやってるって状態でしょ。えー、って考えるとまあ九十三条のこの正しい書きですね九十三条正しい書きの状況とまあ類似しているっていうのを見て取れるかなと思います。でまあ心理療法と。 えー、この通報虚偽表示っていうのは、まあ、このような形で、まあ、原則有効原則無効みたいな形でちょっと違ってはきますけどどういう状況が分かればねいけると思いますでじゃレジュメの方で少し触れておきますけれども、えー、と一応まずしっかり押さえてほしいのは、まあ、理由付けとかちゃんと押さえていってください、えー、とレジュメの二ページあ一1ページですね一ページの二のところにあるとおり心理留保、えー、定義としては信者ががででなないことを知りながらすすするる意思表示です、まあ、要するに嘘,嘘だって分かりながら適当に法医って言ってる場合ねでこの時は有効です、まあ、理由付けにしてみれば B 保護ですね、えー 相手方保護のためにに有効にすべきとということは例外は相手方を保護する必要がないときは無効でいいでしょうということになりますので相手方が区有価質の場合には無効だということになりますで一回下行きますで通防拒否表示っていうのは相手方と通防する虚偽の意思表示ということになりますねお互いに嘘を言い合う状態ということになりますでそうするとですねこのような形になりますかね えと要件と効果はもう一度確認しておきます94条は相手方とした、えー、通報してした虚偽の意思表示ということになりますから要件としてはこの3つね相手方としてした虚偽の意思表示というのが3つの要件になります、えー、ですからこの要件を満たすと、まあ、無効になるということになってくるわけですね無効、えー、になってきますと まあ大丈夫ですねねここは、ね、でちなみにこの94条については今日最初の段階でもどんどん進めていっちゃうんだけれども、えーとまあ、要件はいいですね、通報した虚偽の意思表示になりますから、えー、通報があってで虚偽の意思表示がなされた、まあ、これがいわゆる要件ですよね。ってなると え無効という効果が生じるということですね通貿者虚偽の意思表示は無効になるという効果が生じてこれが94条1項の定めですね まあそれは無効だろう,っいうことこになります、えー、ただ、ルールが、ね、もう一度確認しておくとですね3人目が出てきたとき、ね、2人だったらそんな難しくないんです九、ね、93条も94条も2人だったらそんな難しくないんですが、えー、94条は2項がありました、えー、94条全項,、ねえー、項の規定による意思表示の無効って書いてあるから全、まあ、項っていうのは94条2項を見ると、まあ、もちろん94条1項指してますからこの通防虚偽表示が無効な場合ですねでこの無効は善意の第三者に対抗することができないとされています。 でえー、具体的にどういう状況かというと通報虚偽表示であることを知らずに C が取引関係に入ってきた場合ですねでこの時に、はい、念のためやっておきます、えー、善意というのは大丈夫ですね、えー、善意というのは、えー、それを知らない第三者ということになりますでで善意の第三者が現れてこれを買いましたと。でこの時に まあ当然これ分かりますね A さんは所有者なんですよ A さんは所有者なんですよで A と B との間で例えば土地,にし、ま、と土地にしましょうか A の土地を B に売ったことにしてこう土地の登、ね、記を移していると、まあ、こういう状態で、まあ、通報協議表示をやっているででしょ。でこの通報協議表示をがあることを知らずに第三者がここに入ってきてえこれ売ってくれと B に言って B が売りましたという時にそうすると A からしてみれば94条1項で無効だから俺のものだって言えるわけですよね。 これ要するに契約が無効であれば A のものなんだから。 もともとね、えー、意思表示が無効であれば所有権移転しませんので、えー、私のものだからって C に返せって言えるわけですね、まあ、前回扱いましたあの物件的請求権ってやつですね、えー、俺のもんだから返せという返還ができると、えー、いうことになるんですが、C からしてみればたまったもんじゃないですよね、C からしてみればふざけんなと、俺は B から買ったんだと、えー、いう場合ですで、この場合の調整原理ですね、これが94条2項ということになります。ということは、94条2項は、どっちを優先させるかというと、当然、全、え、員、ー、の第三者に、 はいえー、復習しておきましょう。対抗できない。これは別にあの書かなくても大丈夫ですよあの。レジュメの方にも載ってますからで。対抗することができないっていうのはどういうことかっていうと、これはあの権利を主張できないっていう意味ね。権利とか、 効果を主張できなないいいととううのののがこの善意の第三者という状況になりますですから、この場合、善意の第三者が現れた場合、つまり通防虚偽表示を知らない第三者が現れた場合には、A は C に対して、無効主張ですね、無効主張が許されないということになります、いいですね、無効主張することができないということになりますから、結局、94条2項で善意の第三者の C が保護されると、だから結局 C は反射的に処義を失っちゃうと。 まあそれは無効だよって言えないということですからねえー C に対して私が所有者だということができなくなってしまうということまあ今の段階だったら A と C なら C の勝ちでいいですえ今の段階だったら A と C なら C の勝ちというそのような理解で十分だけれどもえもうちょっと勉強していくとねえー A は C に対してえ通報虚偽表示の無効を C に対して主張することができないえつまりえ自分が所有者だということを C に主張することができない結果 C がえー所有権を取得することになるとまあそんなふうな理屈にはなります。 で念のため、えー、復習です、いろいろとびとびになってますが、はいえー、まず権利外観法理覚えてますかね、これ、どういう法理だったかというと、この善意の第三者には対抗できないと、で特にまあ定期最初にいきましょう、はい、下。えー、っとね、まず善意っていうのはあのー、虚偽表示の事実を知らないことね、えー、虚偽表示の事実を知らないこと言います。 頭に入れていきましょう、まあ、レジュメで書いてあることも重要なことしか書いてないので結構、究極的に絞ってますからであの結構、コツになるのはポイントはこれですいつ善意かというとあのその権利を地位を取得したときに善意である必要があります、えー、ですから、後になって悪意になっても構いません。 つまりあの買った後買った後にどうやら嘘っぽいなっていうのを後々になって悪意になっても構いません、えー、通報虚偽表示っていうのは信頼した第三者を保護すればいいので、えー、信頼して取引に入ったその時点が基準値です、えー、その時に信じればそれで、えー、善意になりますいい特にこれよくね善意から悪意に変わるってあるのよ だから人から物を買ったんだけどどうやらこれうさんくさいなみたいなねことはだんだん気づくようなケースがあるんだけれどもあの当然これってのは保護するのは取引関係に入ったものを保護するのでその取引関係に入った時点を基準とすればよいですでなおこれから勉強するんですがあの善意無過失って言葉も出てきますあの善意っていうのは要するに知らなかったことで善意無過失って言った時には過失なく知らなかったことです つまりただ知らなかったんじゃなくてやることをやって知らなかったという状態が税無価値です。ですから税無価値ってハードルが高いんですよ。例えば、一つの例としてえっと一つの本当に例ね、か誰かがあの目の前の人が何かくださいって言ってあまあ誰にしようか銀行にしましょうか預金を下ろしに来たと。 で、預金を下ろしに来て明らかに男性なんだけれどもえ、パッと見たら名前が明らかに女性ですと。で、この時に例えばそれは、えー、払い戻したっていう場合に、まあ、問題になるときに、じゃその人がじゃ知らなかった、銀行の職員さんは知らなかったっていうのは善意だよね。 だから、ま、善意っていうのはそれだけでいいんですよ。知らなかった。だけど、善意無過失って言った場合には、どうなるかっていうと、あの、知らなかったし、過失がなかったっていう場合を指す。そうすると、通常、銀行の払い戻しなら分かりますよね。あの、普通に見た時におかしいよねって調べればすぐ分かる話でしょ。で、そういうふうな調べることもしないで渡せば過失があったことになります。ですので、あの、善意って言われた時には、あの、ちょっと難しいですが、今日の結構メインところで、善意っていうのは、ただ知らなきゃいいです。落ち度があってもいいです。もう落ち度があろうが知らなきゃいいんです。 で無過失っていった場合には知らなかっただけじゃなくて落ち度なく知らなかったことまで必要になるということになります。で94条はじゃあこれ無過失って書いてないけれどもねあの善意の第三者って書いてあって善意無過失まで必要かっていうとこれはもう押さえて時必要ありませんもう善意って書いてあるからね。 いいですね、あの善意って書いてありますから、無可質はいりませんで、それから今日の勉強で、最後まとめてやりますけど、この後今分からなくてもいいです、登記もいりません、通常、善意であればそれでいいです、もう善意で飛び込めばそれでいいということになります、でなんでこれさ、無可質までいらないかというと、理由があってね、まあ、この後あのがっつりやるんですが、あの通報虚偽表示ってさ、要は突き詰めていったらこういう話なんですよ、要は A と C だったら C 守るべきだって話でしょ。 かるよね、つまり民法の場合は最初に言った通りり、ね、s べからなく利害対立になりますから要は A を保護するのか C を保護するのかっていうそのせめぎ合いを法律上どう解決するかという問題でしょでこの時まあき C を保護しましょうという規定なんですよその時さこれ A の落ち度めちゃくちゃでかいの分かりますだから A の落ち度ってめちゃくちゃでかいじゃないですかでこんなめちゃくちゃ大きい落ち度のやつを保護する必要はないんですよだからむしろ積極的に C を保護すべきでしょという考え方になる じゃあ、積極的に C を保護するんだったらどうしますか ?C の,その保護される要件を軽くすればいいんですよ。だからもし C をね、A も保護する必要があるなっていう、まあ、バランス関係は微妙だなっていうことであれば C は善意じゃなくて昔じゃないと保護しねえぞっていうことはあり得るわけよ。だけど、これ A 単体でもダメでしょダメでしょって説明つかないけど、えー、簡単に言っても A1 人っていう段階だったら別に A の落ち度が低い、あのすごい落ち度が大きいんですよ。落ち度が大きいんだったらもう C を善意で保護しましょうと。 いうふうに考えられていて、善意で足りるとしている今日これ結構すっきりしますから、最後やっていくとね。ですると、ですね一応善意というのはとりあえずその無過失まではいりませんでちょっとまあ触れちゃいましたのでまあやっておきますけれどもあの94条にどういう趣旨の規定かというと権利外観法理ですね、えー、もうサクッとやっちゃいます、えー、本人、これ A は本人ね、本人に落ち度があって、えー、虚偽の外観があって、 そして、第三者の信頼。まあ、これは ABC って形で、ちょっとさっきの図の ABC になりますけど、要は、本人に落ち度があるわけじゃん。通報虚偽表示をわざわざするようなやつなんですよ。えー、通報虚偽表示をわざわざするようなやつで、で、それで虚偽の外観が作られたんでしょで、その虚偽の外観を信じた人がいるならば、それは信じるべきじゃん。あ、それは、当然のごとく、C を保護するべきでしょえー、C を、保護すべきと。つまり、 信頼通りの権利を信頼通りの権利を認めるべきであるという考え方です理由としてはもうシンプルに取引の安全なんですねこういうものが全部無効になってしまうと取引入れないですからね 取引の安全を担保するためにこういう規定があると考えてくださいでこの規定があるから要するに善意で入ってくればね善意で入って、えー、くれば信頼通りの権利が得られるということになりますので、まあ、そうすると、まあ、なぜならばにしますけれどが、まあ、取引の安全という観点ですね、えー、取引の安全という観点からすると C を保護すべきだという、まあ、こうこいう規定になってくるわけですね。 はい、で一応、善意の第三者に対抗することができないというふうに今、まあえー、シャ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 とや,やりましたけれども、じゃあ、少しあの下に行きますけれども、じゃ第三者ってそもそも何かっていうと、結構難しいこと書きました、えっ、ー、とね、正確な定義はこんな感じなんですよ。 あの虚偽表示の、まあ、第三者って言った場合には虚偽表示の当事者及び包括証券人以外のもので,で包括証券人って何だよって言ったら、わ、ま、わけわかんないですよね初めだからねあの包括証券人って簡単に相続人みたいなもんですつまりあのお父さんが亡くなって息子が相続したりするでしょでその時相続って何かっていうとお父さんの立場全部丸ごと証券するんですよあのなんかイメージとしてはなんか相続っていうとなんか財産を一つ一つもらうってイメージだけど実は違うんですよ、よ法律上ねあの。お父さんが亡くなって で息子さんが例えば相続するときにはお父さんの地位が全部息子さんに丸ごと移るんですよだからお父さんと同じになっちゃうんですよだからあの相続人というのは必ず第三者にならないということになります相続人というのはその人の立場になるという感じになりますので、えー、当事者及び包括承継人まあこれはちょっと触れとくと相続人などですねえっ、ー、とこれはなぜならば 当事者と同志できるというふうに言われています、この包括象形にね、ちなみに包括象形って言葉今知らなくてもいいけど、丸ごと地位を受け継ぐぐらいの意味です、でそれが包括象形です。 でこのような言葉って1回目だからねもう知らない言葉ばっかですから全然大丈夫ですからあの24回やっていくと大体何回も何回も同じこと言ってってこんなもんだってなっていくので、まあ、1回目は結構1回目から3回目ぐらいまでしんどいかもしれないけどねえ大体なんかそういうもんだってなります要はね当事者とか相続人以外のものであってでですねでその次。 あのすごい難しいことを言ってるけど新たに当事者から独立した利益を有する関係に入ったために、えー、虚偽表示の有効無効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというのが一応なんかよく言われる定義なんですがそんなに難しくないですあの、ポイントは新たなんですよ、新しく入ってきた人考えたらそうじゃないですか。 A さんと B さんの取引の前からいる人はだ、第三者じゃないでしょ、それは、えー。要するに取引を信じて、ポーンと入ってくるわけだから、通報虚偽表示とは別に新たに飛び込んできた人っていうのが絶対必要になる。そしてさらに、A さん、B さんの関係者はまずくないですか、えー、通報虚偽表示とは全くした当事者とは全く見た独立した利益を持ってる必要があります。いいですね、独立した利益。つまり A と B とグルだったらそんな関係ないでしょ、えー。保護すべき第三者っていうのは、A とは B という通報虚偽表示の、えー、当事者とは別な人であること。そしてもう一つ。 えと民法である以上は法律上の関係である必要がありますだからこの人がかわいそうだよとかねそういうふうな話ではなくてあのきちんと所有権を得られるかとかねあのきちんと法律上の利害関係に関する、えー、あの関係がなきゃいけないとだからここにも書いたけどあここにもねさっき書いた図で言うとねこの人なん,じゃなんで 第三者に当たるか。まあ、善意であることは知らないってことだね。で、第三者っていうのは何かっていうと、まあ、善意ってさっき言った通り、えっと、その取引関係に入った時に、その通防救助表示を知らなかった。で、第三者っていうのは、いいですね。新たな独立した法律上の利害関係。っていうふうにもう、まあ、キーワードで言う。あの、新しく入ってきた。A と B とは全く独立した存在。そして、所有権を得られるかどうかっていう、法律上の利益がある。 でいいですね所有権と思いっきや、ね、法律上の利益ということになりますので、まあ、民法という法律である以上は、えー、このように法律上の利益関係が必要になるので、まあ、試験対策としては私はこれでいいとうう言っちゃってます、あのーこれでまあ、チェックシートでも、ね、あのこれで多分書いてると思います新たな独立の法律上の利害関係というのを持っている人であればいいということになりますでこれから勉強するときは大体これに含まれます。 あの大体の場合、あのこれに含まれる人なので、あのそこまであの躍起になっておお抑えなくてもいいんだけれども、まあ、聞かれる場合には聞かれますので、そこはあの少し覚えておくといいかなと思います、でしでこの後ちなみに対抗することははでできないはいいですね、えー、対抗することはできないということは法的地位の主張ができないという意味になりますので、表、えー、依者、つまり通報虚偽をした側から第三者に対して無効だよということがもはや封じられてしまうという、ねえー、そういうい効果を持ちます。じゃあちょっととと触れとくとこのの第三者っていうのは あのいろんなパターンあって、担当対策ではいろいろあるんですけど、大体、あの、抑えておいていただきたいものは、えー、肯定例、否定例ってあるんですけど、まだ全部覚えなくていいです。あの、1周目の段階でこれやると、もうとんでもないことになっちゃいますので、えー、っと、まあ、一応ね、2ページのレジュメのですね、この2つが典型例だよぐらいで、まずはいいです。あの、要はねさ、さっきの例ですよ、これは。あの、不動産の、仮想譲り受け人から、 さらに譲り受けたものと。まあ、こういうものですね。え、これはまさに第三者の典型ですよね。えー、大体、買い受け人とか譲り受け人になりますよね。えー、つまり、このものは当然九十四条二項の第三者になります。で、あともう一個ですね。この下に書きましたが。抵当権の設定を受けたものって、多分何言っとんねって話になりますから。最初にちょっと説明をします。えっ、ー、と、まあ、抵当権って言葉聞いたことある人も多いと思うんですが。まあ、具体的にどういうものかというと、あの抵当権っていうのは、まあ。 絶対これとは言わないけどね。銀行からお金借りるときとかに。 あのまあ、銀行、ただでお金貸してくれわけですよ、えー、ちょっと1000万貸してくれよっ,つって言ってもね、お前誰だってね、えー、終わっちゃうわけですよ、でその時にじゃあ、銀行、お金借りるためにどうするかっていうと、まあ、例外はありますけど、大体の場合、まあ、あのお金を借りるためには、まあ、担保とか保証人をつけるわけですよね、だ人だったら保証人ですよね、人だったら保証人つけてお金を借りる、でも、まあ、保証人いない場合とか、もしくは保証人よりもっと確実な方法があるんですよね、えー、例えばあの、お金貸してくださいって言ってる人が、えー、1000万円相当の土地を持ってると。 1000万円の土地を持っているときに銀行にそれを担保に出すんですねで返せなかったらこれ売っちゃって構いませんと。 えー、いう形で,、えー、で,でかちゃんと返したらあの何事もないんだけれども、えー、返済することができなかったらその土地を、えー、銀行は取り上げて競売してしまうことができるというふうな形で、えー、土地を担保にしてお金を借りるということがあるでその土地を担保にしてお金を借りるときにつける権利を定当権というんですね何かあったら売っ払っちまうよという権利ですでこれは、ね、民法の第7回、8回とかでぐらいかなもしかしたらちょっと前後するけどものすごいやります、えー、でもこれってさどういうことが言えるかというとこういうとき言えるのよ A と B で通報拒否表示やってるでしょあ、ごめんなさい。1個1個。ごめんなさい。2個で。A と B とで通報拒否表示やってるでしょで、通報拒否表示やってて、まあ、これ、マルトってのは投機ですけれども、まあ、不動産の投機を移している。投機についてはまた詳しくやりますから、えー、不動産の投機を勝手に移している。で、この人、所有者。っていう状態になっているときに、まあ、例えば B さんは、銀行に金借りに行ったと。 銀行に金借りったとでこの時に銀行がお金をただじゃ貸せねえよとでもなんか B は土地持ってるなって信じてこの土地に銀行が抵当権つけると要するに B の土地に見えるでしょあの外環上は、えー、外環上はこれ通報虚偽表示だから無効ですよ あの嘘のまあ一般的に不実登記って言われるんだけども、えー、AB 間で通報虚偽表示して登記だけこっちに移しましたっていうのは、えー、基本的には通報虚偽表示と言われて無効になるはずなんです。えー、ですが、えー、無効になるんだけれども、B が銀行に金かれるにあたって、俺土地持ってるんですよみたいなね、えー。だからお金貸してくださいよって銀行に言って、で銀行が、えー、土地持ってるなっていうことを信じてね、ああ、B さんの土地あるじゃないですかってことで、ここに抵当権つけたと。 で定等権をつけましたとでこの時、低等権つけた時に当然、A からしたら文句しかないよね俺の土地に勝手に何つけてんだよと低等権って本当に厄介なもんであの土地失いますからねあの弁,弁済費すぎて返さなかったら競売かけられちゃいますからえ自分の土地を失っちゃいますので当然、A からしてみればこんなも無効だよと。 形だけ動かしているだけなんだからって言ったとしてもこれは C は第三者に当たりますなぜかといったら新たに独立してしかも今回、定等権という法的権利を持っているでしょいいよね新たに独立した定等権という法的権利を持ってますからこの人、第三者に当た,るんですよに当たりますですのでこのようなものについてはこれですね。 えー、このような場合にも第三者に当たるという形になりますで他にもあります、実は、えー、第三者に当たるとされた例とか第三者に当たらないとされた例みたいな典型例についてはあのレジュメの方には載せてますがあの復習するときにそんなに神経質じゃなくていいそこはあの一応、ね、講義の時にあ,のあえて触れてないようなところって何かというと後々になって担当対策やったりとか後々になって論文対策やるときにあのそこであこ,うこういうところを踏み込んでいくよみたいなものも入れてますので一周、まあ、目の段階であえて飛ばしているものは、まあ、あえて飛ばしていると思ってください。 でまあ、なんとなくこれ94条2項の第三者については押さえておいてほしいのはこの肯定例ですね、えーまあ、普通に譲り受けた場合とか抵当権付つけられた場合とか、えー、そういった場合にはまあ通常、全く問題なく第三者に当たるというふうにされています、はい、でここまでが94条2項の練習なんですがでただ、ですねもう一個ちょっと細かい話をするとあの93条で心理療法やりましたよね、えー、心理療法で相手方悪意というのがありましたよね。 いいですかねちょっと戻りますけれども、えー、94条、これ93条ね。はい、あーなぜか,か B だけ人書 <laughs> いちゃった。要するに通報競技表示じゃないよ、これは <laughs>、えー。ちょっと復習ですが、心理留保、えー、どんなもんだったかというと、心理留保っていうのは、 えと売る気もないのに売りますって言って B さんが買う気もないのに買いまーすって言って B さんがそれ知りながらはいはいって言ってる場合ね、えー、その場合ってのは覚えてます悪意、有価値であれば無効になりますよね。ということは例えば A さんが所有者で B さんがこの土地を持ってたとしても無効ですよね。 ただこれって考えてみたらさっき言ったけど通報拒否表示の状況変わらないよねやってることはねあの通報拒否表示でやってることは何一つ変わらないですよねえ売る気もないつまり2人とも要するにちゃんと分析的に言うと2人とも内心的公開意を書いてるんですよえー表示行為に対応する内心的公開意を書いているっていう状態で一致してるんですという状態であれば通報拒否表示と根本的には状況は類似しますよねとするとこの時に じゃあお互いになんか、ねえーまあ、プロレスやってるような状態ですよ、もうできれみたいな状態になってるで、そのような状態になってる中で B が C に売っちゃったらどうなるっていう話、でこれはあの94条2項と全く同じ、えー、法規律があります、93条にも2項があるんですよ、で93条の2項っていうのはその考え方、つまり 全項正し書きの規定による意思表示の無効は全員の第三者に対抗することができないちなみにこれね改正前の民法っていうのはこの規定なかったんですよでなくてねあの判例でいろいろ認められてたみたいなところあるんですがあのきちんと心理療法の場合も93条2項で全員の第三者に対抗することができないと、えー、つまり全員の第三者であればえ93条2項で 保護されるという規定が新たにできていますであの別にあの改正前民法を覚える必要は全くないので、えー、要はこれ、これ考え方としてはここです、ね、向こうの場合、善意の第三者に対抗することができないんだけど、要は94条2項と同種旨です。ということは、何かあっ,ったらいいですね、権利外観法理でしょう、これも。要するに、この B の外観だと。 B の所有者であるのは虚偽の外観があって、A に落ち度あるでしょ、心理留保してるんだから、自分からね、えー、自分から嘘をつく虚偽の外観があって、その虚偽の外ん A の奇跡性があって、虚偽の外観があって、C が信頼したんだったら、C を保護しようっていうね、えー、そういう話になりますので、まあ、基本的な考え方は同じということになります。で、ここまでが93条と94条、なんとなく大丈夫ですね、さり、さーっとしたさわりね、えー、はやりました。 でそ,そこまでまあ分かってしまえばあとは、ね、少し問題演習みたいなことをしようかなと思ってまして、えーとね、次のページ、2ページのところで、えー、といくつかやっていく問題があるんですが少しせっかくなので事例解説集、事例問題集ちょっと見ていきながらやっていくとですね大体いい 2, 2人だったら問題ないんですが、えーとね、3人になってくるケースがあるんですよ。 つまり AB 間で土地の仮想譲渡があ、ごめんなさい、えっ、ー、と、事例問題集の1番ですね。えー、特にあの、この解説のところはそ,そんなにまだ使わなくてもいいです。えー、とりあえず図を見てあ、自分なりにちょっと考えてみましょうって感じです。えっ、ー、と、AB 間で土地の仮想譲渡が行われて、まあ、AB 間で、あ、これ書かなくていいです。あの、下にどうせ書いてあるからね。えー、94条1項で、それで仮想譲り受け人がいて B から C に行きました。で、C から今度は D に行っちゃったと。つまりこの不動産が、 次から次へと言っちゃったっていう場合ですまあ例えば C だったら C1 人だったら全く問題ないですよね、えー、C1 人だったら何の問題もないですはい全員全員で OK みたいなね、えー、そんな感じになるんですが今回少し、えー、と問題としてはじゃあ C が全員全員をもうましますね少し大変あので D が悪意だったとしますでこの時に、えーとまあ、要するに D は権利を得られるかっていう問題なんですね えー、C は権利を得られるかという問題ですで要は当然のごとくこの C が94条2項の第三者に当たることはまあ争いはないと思うので、ねまあ、問題ないと思うんですが、えー、C から今度 D に行っちゃって D が悪意だった時に D に所有権を与えていいかという問題ですででこれについてはあの最初だから結論を言っちゃいますあの、ね、あのこれ C は保護されます OK ですあの理由はっていうと何でかというとここで権利関係が決まるんです。いい あの権利関係というのはどういうふうに考えていくかというとこれから説明しますけど絶対的公正と言われていて一人でも94条2項の第三者が現れればここでもうこの人の確定的に権利がフィックスされるんですよでフィックスされればただ単に所有者から買っただけだからいいよね無権利者から買ったわけじゃないんで、えー、つまり一人でも94条2項の第三者が現れてその第三者によって権利が確定すればそこから先のものっていうのは悪意だろうがどんなものでも保護されます でこれはあの結構民法の結構ね一番最初の基本中の基本になるところなんで <laughs> いろんなところでも出てきますんでなでんでかっていうのは理由があってですねあのこれ仮にこの人手に入れられないってなるとどうなるかっていうといつまでたっても A が取り戻せる状態が現れるんだよ。わかる,かる ?C が善意だったら A は取り戻せないでしょじゃあ D が悪意でなったら D は取り戻せることになっちゃうでしょもし仮にね。 え、D が取り戻せることになると、いつまで経っても権利関係確定しないんですよ。例えばこれが A, B, C, D でずっといて Z さんぐらいまで出てきて、で、Z さんがたまたま悪意だったら、悪意登場みたいな感じで A がね、じゃあ取り返すってやったらどうなります全部リセットされますからね。そしたらとんでもないことになりますので、基本的にはこういう権利外観法理のような取引安全の規定っていうのは、まず一回でも決まればそこで固定させます。じゃないと、あの、いつまで経っても権利関係が あの固定しないってなというのは取引安全とは逆行するということになりますで、でちょっと軽くまあ聞いてもらえればという形になるんですが、えーっとね、理由づけもう一つ簡単に説明すると、ね、あの権利関係確定しないと、まあ、どうしようもないというのはいけると思うんですがこれ仮に、ね、D が権利取れないとするとどうなるかというとです、ね、あの仮に、ねえー、今回取れますよ D は有効に権利取得できるんだけど権利取得できないとなるとどうなるかというとおそらく C と D との間で契約を結んでいるわけですよ。 売買契約でそうすると売買契約結んだにもかかわらず D が所有権を得られないということなんでしょう。そうすると D どうしますおそらく C に、ね、債務不履行責任を追及します、まあ、損害賠償しろってことざっくり言えばかるあの C, C と D との間で多分,分かるね善意の C が買うわけでしょ。 善意の C が買ってで善意の C が D に売りましたで売ったんだけれども D が悪意だから取り戻されちゃうっていうことを認めると結局 D は A から取り返された結果 C に対してお前ふざけんなという形で債務不履行 C と D との契約ですからねえ債務不履行に基づいて損害賠償責任ができるってことになるでそうなっちゃうと悪意のものが善意のものを詰めるってことを許すことになるわけだよ かるよね、悪意者が意者を詰めるってことになってしまうとそれはさすがに妥当性をくだろうっていうのも一つ理由としてある、えー、なのでもし論文対策ってところまでいくとその辺りのところをちょろっと入れておくといいんだけどまず1個目の一番最初の段階だとやっぱりこれだよねもう権利関係の早期化安定もうこれに尽きると思ってくださいでこ,れをあのこのような考え方を絶対的公正ていうんですよ要は一人でも決まればそこでもう権利止める確定するあとは好きにやれっていう考え方。で そうじゃない考え方は相対的構成というんだけど別にあの通説でも判例でもないので覚えなくていいですあの少なくとも善意の取得者が権利取得者が出ればこの時点でまあずいぶんここですよ、まあ、よく論文書く時なんかはまあこういう感じですね えー、94条1項があって売って、えー、この人が94条2項で保護されるってなればここでフィックスってやっちゃうです <laughs> ここですあとはもう,う、好きに売ってま,売っちまえみたいなノリになるわけですねで今、さっき言ったあの責任追及されます、ね、みたいなことは下に書いてあるけど、まあ、あのこういうふうな。 あのことは一応書いてありますけどさっき私が説明したことがま,あまとめられていますで一応こういうふうな形で絶対的構成を取るっていうのが基本になりますで絶対的構成を取るのが基本なんだけれどもただこれには批判もあるのねこれは軽く聞いとくといいですえとちょっと落書きっぽく書きますとこれは本当に落書きなのでさっき言った通り ABD が悪意だとするでしょで悪意の人っていうのは当然保護されませんよね これもし仮に、えー、ここが通報虚偽表示になってるでしょ、まあ、通報虚偽表示になっててで D さんはこれ悪意ですと悪意者でこれ欲しいとでもこれ買ったらどうなる悪意者だから保護されないよね94条2項の適用ないから A は無効だっつって取り返しにかかってきますいいね94条1項に基づいて無効だって言えるから所有権に基づいて返せって言われるじゃあ D どうするいやーこれ俺ゃ俺が買ったらまずいだろうっていう時に、まあ、D としては一つあの抜け道があるんだよ C 呼んでくるの 何も知らないですよねけどちょっとちょっと来てっつって俺ちょっと今手離せねえからとりあえず B さんが土地持ってるからこれ買ってくれと買っていってこいと同じ額で俺買うからっつって間に C ぶち込むんですよかる全く知らない A をぶ C をぶち込むとさっき言った通り絶対抵抗性で D が保護できちゃうっていう抜け道が出てくるんですよ でこのような、えー、何も知らない C を呼びつけて、えー、B にお買い物させるということをさせると、えー、いわゆる本来だったら保護されない D が保護されるという状態を作り上げられちゃうから、まあ、絶対的構成ちょっとまずいんじゃないかというような批判もありますあのこれ一般的にこれわら人形って言うんですよね、えー、わら人形を間に入れちゃうんですよで代わりにまあ入ってもらうと。 身代わりにななってもらうようよだからここに書いてある藁ら,ら人形を介在させるっていう、まあ批判としてはそういうのなんですよ。えー、わら人形を介在させて不当に保護を受けちゃうから、この,この考え方はおかしいっていうふうに言ってる人もいるけど、まあまあ、それはそれとしてっていう感じで、ね、えー裁、裁判所が言ってますから、判例が言ってますから、あの、やっぱりそういうふうなリスクを含めても、早期確定の方が重要なんですよ。 そういうふうなリスクがあったとしても取引安全とか早期確定の方をやっぱを優先させないともうやっぱデメリットの方が大きすぎるというふうふに言われていますですので、こういうふうにまるパターンですねえまあごめんあのこのパターンだったら絶対的構成でフィックスされますでちょっといくつか触れとくとこの場合ちょっと練習しましょうか A、B で通報競技表示やってて C、D と転売されたとっちは移転して A が所有者 でこの時に例えば問題ないのはこれいいよね、○○だったら問題ないよね、<laughs> 何の問題もなく、で、いいですね、じゃあ、○×は、<laughs> これ問題ないね、〇○×は、この場合、ここでフィックスされますから、えー、絶対的構成を取りますので、えー、〇○×でもこれ、保護されます、D 保護ね、えー、○×でもこれ、悪意ね、悪意でも OK です、いいですね、でまあ、××だったらこれはだめでしょう。 これはどっちにせよ九94条の問題にならない。二人とも悪意だったら何の問題もない。じゃあちょっと触れとくと、まあ、こっちはいいね。今言った、この人が善意で絶対的公正で、えー、悪意者についてもいけるっていうのはいいよね。じゃあ今度こっちはどうですか ?C が悪意で D が善意。というケースがあります。で、この時に D を保護すべきか。えー、という問題なんですが、 あのこれは理屈としては、さっきの絶対的構成とはちょっと違っていて、要は、D は結局それってさ、やっぱり虚偽の外観を信じて入ってきた人でしょ。わかるね。これはだから、こいつ悪意なんでもう要するにこの場合どう考えると、A と C と C がグルなんですよ、簡単に言えば。わかるね。A と B が通報虚偽表示あって、それ分かって買い受けてるんでしょ。それ受けて買い受けていて、悪意のものが C が悪意で、で、そのような状況を信じて、D が買い受けたんだったら、それって単なる94条2項と同じ状態でしょ。 だから虚偽の外観を信じた第三者に他ならないのでこの時はだかは説明の仕方が変わるんですよこ。この C が悪意で D が善意ならばこのもの,をこの,この,ものはあのこういうの転徳者っていうんですよ。転得者っていうんだけれどもこの転得者は、えー、94条2項の第三者に含むというふうに説明されます。えー、ちょっと… あれってよくわからんぞって人は、あの、復習の時にしっかり、えー、見ておいただければいいけど、いや法的構成が違うわけね。あの、要するに、あの、善意者から悪意者に行った場合には、一人善意が絡んだ後の後は絶対的構成。で、一人、あの、ずっと悪意者が続いてて、この善意者が一人ポンと出てきたら、これはこの人は第三者でしょっていうふうに考えちゃえばいい。ということですね。えー、要するに、この人を保護する必要性変わんないじゃん。 分かるよねあの直接の譲り受け人であっても、転得者であっても、直接の譲り受け人であっても、転得者であっても、えー、この94条2項の第三者に含むだけの保護の必要性はあるでしょう、だからこの場合には保護されるということになります。はいえー、ですので、理由付けがちょっと違ってくるわけですね、えー、とちょっとレジュメの方の2ページでね、もう究極的にまとめてるんだけど、あの要は結局のところ、C が悪意、C が悪意、D が善意。 C が悪意 D が善意でも OK ですで D は保護されますなぜ保護されるかっていうと理由付けは転得者も第三者だからですえ理由付けいいな理由付けいいね 点得者も第三者に入るからという,ふうな説明がされる、えー、わけですで。で、その下に書いたけど C が善意、D が悪意のときにはどうするかっていうともう C が現れたからそこで絶対的構成 C が現れたら絶対的構成になりますそこから先は権利がフィックスされるって感じになるからは理由付けが違うんですよ、えーまあ、理由付けは注意しておいてくださいいいですね。はの上の場合には ペケ丸の場合と丸ペケの場合で、えー、ペケ丸の場合だとあの D は第三者だから保護されるって言っちゃない,いだからで C から C の先の D について D が保護されるっていうのはこれは絶対的構成っていうふうに言います一人でもいればその後は保護されるっていうね、まあ、簡単に言うとですね、えーっとまあ、これはだから結局保護されるんだけどこんな理由ですでそうするとこの2つねこれは離れるようになるんだけどまとめるとすごく簡単 一人でも第三者が現れれば、どの段階でもね、どの段階であっても一人でも第三者が現れれば、そこから先のものは全部保護される。っていう理解です。えなので、ちょっと説明するとね、そんなことはねえだろうっていう、え話をすると、まあ別にこれも書く必要はないようなことをね、今からどうしようもないことを書きますが、要はもう A、B がいて、C、D、E、F、G ぐらいで行きましょうか。で、 ペケペケ丸って状態になったとします。とすると、もう悪意ね、えー、通報拒否表示があって、悪意悪意善意って、もう次々に転得者が現れてると。えー、全員転得者ですね。そしたら、こいつは94条2項で保護って考えればいいわけね。なぜならば転得者。転得者は保護される。で、こっから先のやつは、もはや絶対的公正で保護されるってこと。 要は一人でも現れればそこで要するに A の息の根が止まるんですよ、簡単に言うと <laughs> あのこの権利関係で言うと一人でも全員者が現れればこのものは94条2項で保護された結果 A はもう何も言えなくなるんですよで、絶対的公正でここから先はもう何も手を出せなくなるアンターチャブルになるから A とってはそうするとここから先はもう正直これ全役に関係ないですもうここから先はもう E が確定的に所有権を得ることになりますからなのであの要は94条2項は転得者が含まれますという議論は最初の第三者 の時最初の意者を説明する時ですね最初に現れた意者を説明する時は転得者も第三者含まれるでその最初の意者より後ろのやつの権利保護を説明する時は絶対的公正だから保護されるって言っちゃえばいいっていうね、まあ、そうやってやるとこの2つっていうのは説明がつきやすいのかなとで実はあの予備の1年コースだからねあれな,な,のなんだけど意外とこういうところが意外とさらっとね理解が必要になっていてあの説明ができるかどうかっていうねあのね問われるところですなので、えー、そうすると「う」のところもちょっと含めるとこれに意味出てきたよね えー、転得者もですね、ごめんなさい、括弧転得者って書いてください、転得者も含まれます、だからこれ、ちょっと修正しますね、ごめんなさい、ちょっとここは訂正させてください、えー、転得者も含まれるという形になります、いいですね、あのつまり仮想譲りでさらに譲得たものについては、このような転得者も含まれてくるということですね、えー、転得者も第三者に入ってくると、このものも、94条2項に入る余地が出てくるということになります。 はいでえー、とちなみにですがここから先はちょっと、ねえー、こういう感じのものが分かってしまうと少し勉強としてはけあのなんか権利関係の練習みたいなのがあってだから94条2項というのは一般的にはこういう関係になります A と B がいて C に売るってケースでしょとすると結局、争われているのはこの A と C じゃないですか A と C じゃないですか。 基本94条2項の問題になるのは A と C が全種公種の関係に立つときですね要するに所有者の点々譲渡っていうんだけどこういうの、まあ、例えばこの次もあるけど次から次へと売るのを点々譲渡っていうんですよでこの点々譲渡がポン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 ってなされている時に大体94条2項の問題ですだから全種公種の関係になってる時は94条2項の問題になるでそれに対して復習ですが こういう場合ね、あの二重譲渡になった場合には、これはあの全体構造をやりましたね。あの物件変動というのはどういうふうになるかというと、二重譲渡をしたときには、要するに排他性を得るためには対抗要件が必要というやつです。すると、これ二重譲渡になっているときは、で実はあの別にこれ全体構造をやってなくても今日すぐ分かっちゃいます。こうやって、 お互いに権利を主張し合うような関係ですねお互いに相入れない権利を主張し合うような二重上等の関係の場合には B と C というのは対抗関係と呼ばれますで対抗関係の場合にはどっちが勝つかっていうと基本的に登記つなればいいわけですね でこの投棄を備えれば OK と書いたんだけど厳密にはちょっと違うんだけどね投棄、えー、をしなければ相手方に対第三者に対抗できないというのが正確な、えー、理解なんだけれどもただ、今の学習初期の段階だったらあのイメージを、まあ、持つ意味では投棄を取った方が勝ちですだから最初に例えば B に売りました C に売りましたという順番だとしても C が投棄を取れば C の勝ちですいいですね。えー、対抗関係らをれ 民法177条ですね、えー、この登記、ま、これから括弧取ってから、丸取ってからでは登記のことですねで、これ一応復習します、対抗要件と言われてました、えー、全体構造でもや,やったかな、あの二重譲渡になったときに排他性を得るためには、えー、不動産は登記、動産は引き渡しを受ける必要があります、えー、いいですね、だから不動産だったらいち早く登記もらわなきゃダメこういう二重譲渡になっているときはね、えー、二重譲渡になっている場合には、いち早く登記を取らなきゃいけない、そして、動産であれば、いち早く引き渡しを受けなきゃいけないと。 ということで陶器を備えればまあ OK になるというのがありましたよね。でそうするとまあ分かる通りえっ、ー、り陶器が必要になるのはこういう時きね,いいねあの対抗関係よく出てくるのが権利関係間違いやすいのがあの全,全種・公種の関係っていうと対抗関係ってやっぱ違うわけいやベクトルが違うじゃん。 A から C への一本道のベクトルになっているのか、A から二本道のベクトルになっているのかっていう感じですよね、考え方としては。でそうすると、こういうふうには一本道のベクトルになっているような場合ですね、A、B、C っていう,ふうな形の点々譲渡型の場合には対抗関係ではなくて、全種公州っていう関係になりますので、この時は別に対抗関係でも何でもないから、だから登記いらないんですよかる陶器不要なんですよ。 だけど、それに対してえこういうい二重譲渡になってビョーンと A を起点としてこう二重譲渡の関係になっているときには登記を備えなきゃいけないということになるのであここはね権利関係の練習としてちょっと押さえておいてくださいあのつまりえと2ページのところにも書いたんだけれどもあの94条2項が問題になるのはもう全種公主という関係になる場合になるからだから登記いらないんですで対抗関係に立つときには登記が必要になるだからまあこの場合ねえ全種公主の立つ場合なのでだから登記いらないと。 陶器まあ、対抗要件、不要だということになります。とすると、さっきの1ページ、一応すっきりしたかな、1ページでさあの無過失不要、登記も不要って書いたの、そういうこと、あの94条2項で登記いらないのは、税種公主の関係に立っているというふうに言われているからなんですね。 で、えー、少し前半のま,あまとめみたいなところに近づいちゃうんですが、えー、そうするとちょっと複雑な権利関係を練習していきたいんですね。えー、とね、事例問題2番3番、えー、あたりをやって、少し、えー、それプラス94条2項の累積的をあの前回扱ったところの頭出しまで、えー、いきます。えー、と、まず、例えばこういう事例だったらどうか、そんなに難しく考えなくていいです。 AB 間の通報虚偽表示によって、ま、2番ね。AB 間の通報虚偽表示によって、B 所有であるかの外観を有し、かつ、登記名義も B になっている土地があります。つまり、最初に、ま、こういう感じですね。こういう感じですね。AB 間で通報虚偽表示がなされていて、で、えっと、登記名義は B になってる。で、これから B から C に譲渡された。え、B から C に譲渡された。 えー、まあ通常の問題なんだけれども、ただ、真の所有者である A が、同じ土地を D に譲渡していたっていう、えー、事例です。えー、これ、ズーム映っちゃってるから、あの、書いてあるけど、あの、ちょっと書き、わかりやすく書くと、こういうことね。AB 間で94条1項があって、この人が C に売りました。ここまでね、94条1項で通房虚偽表示で売っちゃいました。で、そしたら売ったらいいんだけども、A、えー、もうなんか D に売ってました。えー、この時どうするっていう問題。 で実は難しく考えずにあの誰が権利を争っているかを見ればいいわけね。わ、まあ、かるよね、A は C に対して権利証できない関係ですよね、A は,もう A は C に対して94条2 5で権利証できないし、もう D に売ってますから、いいですね、売買契約の当時だから D に対しても主張できない、まあ、A はもう権利主できないです、C にも D にも権利証できない関係になっている。とすると、どうなってるかというと、結局、C と D との間の権利関係が問題になってるわけね。どっっちがが所有者ななんですかといいうことが問題になっている とすると、これって、あの、どう、どう決まるかわかるね ?A と C との関係では94条2項なのよ。つまり、A と C との関係では94条2項で、結局 A が、C が勝ちましたってことになります。じゃあ、94条2項で勝ったからといって、じゃあ D に権利主張できるかっていうと話は違うわけ。え、じゃあ権利主張できない理由はなぜかって言ったら、これさ、A 起点とすると、二次上等なんですよ。わかるつまり、C と D との関係では、 これは対抗関係、要するに A を起点とした二重譲渡になるので、対抗関係に立つということになります。ですので、94条2項が取得されると結局、A から C に所有権が移転する関係と同じでしょ、対抗できないから。A から C への所有権移転と A から D への売却というのが、これが対抗関係に立つと、だから先に登記を備える必要があるという感じになるわけねです。 ちなみにえと3番も同じような問題で3番の図3番の図の方は分かりやすいかなえとね3番だと,えと AB 間でえと虚偽表示をやっていますま、ちょっと図を付け足しながらまあこんな感じですね AB 間で通報虚偽表示をやっていてで B が要するに虚偽表示のえで外観上、そういう人がいるとでこの人が2人の員者に売っちゃったというケースですつまりこ、こいつが C と D に二重に譲渡したという場合どうなるか。 っていう問題だけど、まあ、これもわか、るかかななんか込みってるようで、実は全然込みってないのよ、94条1項で、ここが通報虚偽表示になってるわけでしょ、でこの通報虚偽表示で、全員の第三者が2人出てきちゃったってこと、つまり、全員の第三者が2人現れちゃったとき、どっちが所有権を A に対して主張できるかっていう問題です。で、そうすると、これ、なんか難しそうに見えるけど、そうでもないの分かってきたでしょ、A はもうだって所有権主張できないじゃんで C にも D にも。 だからもっぱら誰と誰との権利関係問題になっているかといったらあの第三者で入ってきたこの2人なんですよ。いいよねつまりこの虚偽登記を信じて飛び,か飛びついてきた C と D どっち保護するかって問題になると別にそうなったらここを起点に見ればわかるでしょ C と D との関係は対抗関係でしょ B を起点とした、えー、つまり B を起点とした対抗関係に立つから登記とったが勝ちと。 いう形になるので、まあ、94条2項と177条の関係というのは別に難しいことを考えないであのスパ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 やっていくというのはやっぱりコツになりますので, <laughs> でその時にやっぱり苦手にしないためには全種、公種だったら94条の問題で、えー、対抗関係に立ったら177の問題177条の登記の問題とうう押さえておくだけで、えー、すっぱりいくかなと思います。はい でえー、ここまでが一応、ね、通報虚偽表示の内容になりますが、えー、と少しあの前半、もうちょっと10分ほどで、えー、あるので、えー、前回の講義で扱っていた94条2項の、えー、と累積をもう一度確認しておきます、えーとねまあ、事例解説集でもやっているところですが、えー、と4ページですね、えー、事例問題解説集の4ページでやりましたけれども。 えとこちらね全体構造編で扱った問題なんだけどまず大前提として押さえておいてほしいのが、まあ、94条2項が直接適用できない場面においても、えー、趣旨が当てはまるのであれば94条2項と同じような法的効果を認めるべきだというのが類推適用でした。で <laughs> ということは基本的にちゃんと押さえなきゃいけないのは94条2項の趣旨をちゃんと理解することね94条2項というのは権利外観法理だということですね。 えー、本人の貴責性、虚偽の外観、第三者の信頼、えー、これを要件としていくと、あこれを趣旨に、えー、あ、だから、ごめんなさい、もう一回言うね、A の外観、えー、虚偽のあごめん A の A 貴責性、B あ、虚偽の外観、第三者の信頼がある場合には、第三者を信頼して、信頼通りの権利関係を認めようという考え方になるわけです。じゃあ、えー、じゃあその時に、じゃあ、この問題はどうかっていう話ですね。 はい、A が税金対策として、えー、自分の建物を息子の B 名義で保存投機して放置しておいたところ、えー、B が勝手にこれを C に処分してしまったという場面ですつまり状況としては、まあ、さっきと同じ今までやってきた内容とほとんど変わらないわけですねでほとんど変わらないから C は、まあ、要するにこれ C 所有権得られるかという、まあ、そういう問題でしょじゃこの時にじゃどうやって考えていくかというとまず しっかり押さえてほしいのは民法の基本なのでちゃんとやっておくとあの94条2項がまず使えないことを必ず指摘してくださいあのこれはマストですあの94条2項が使えるんだったらそれで終わりなので、えー、でもこれ見たら、えー、復習になりますけどあの全体構造のね94条2項使えないんですよこの場面なぜかというと2つあったね税金対策で勝手にやってるんでしょ、えー いいですねつまり B がこれを勝手にやってるんですということはまず通報がないんですよ通報がないですよねであとはもう1個は登記は意思表示じゃないんだよね、えーまあ、前回のあ前回でごめんなさい、えー、と全体構造編ではちょっと軽くしかふわっとしか言わなかったけど、えー、と登記っていうのは意思表示の定義に当たらないでしょ、えー、今日一番最初にやったけど一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明じゃないでしょ単なるあの広報上の手続きでしょ えになるから単なる石の外壁の表明とか特にないんで陶器手続きすらいとということは通報もないしえ陶器陶器っていうのは石表示でもないんですよえということは少なくとも九十四条のまず要件満たしてないわけですねだから九十四条一個使えない二個使えないですよ。 あのすごくね94条2項は民法の論文の中では一番習熟してほしいものであの要は、類推適用の考え方がストレートに分かっているかどうかは見れるんですよ。まず、94条の要件をまず示すでしょ要するにこれってのは94条2項が適用されるためには何だったったけ前提として通報した虚偽の意思表示が必要でしょそれが94条2項の前提となるわけだよ。 だけど、えー、今回は A と B のに通報がない。えー、そして、登記は意思表示ではないから、通報もなければ意思表示もないんだから、94条2項が使えない場面だってことをまず言わなきゃダメ。ああ、使えねえじゃねえかと。まあ、まあ、しっかりここは押さえといてくださいね、えー。使えないんです。だけど、使えないけど、権利外観法理が当てはまるんだったら、同じ方向化を与えるべきだっていうことだね。 で、ちょっと復習ですが上に、えー、94条2項の趣旨というのは何かというと、権利外観法理、えー、虚偽の外観の存在、えー、外観作成対する本人の奇跡性、第三者の信頼、えー、これを要件に取引安全の観点から第三者保護する考え方です。えー、まあ、復習続きこれスラーっと言えるようにしてほしい。で、この時に94条2項の直的ができないと、直接適用ができなくても、同じような趣旨が当てはまるのであれば、累積適用で同,同様に全員の第三者を保護しようって考え方になる。 ですから考え方の進みとしてはまず直的ができないと直接適用ができんとクソっていう感じですねえできないだけれども趣旨が当てはまるならいいとで今回虚偽の外観は <laughs> ありますよね 虚虚偽偽のの外あありりまますすよね B 名義の虚偽があります、はい、本人の虚跡性どうですか、めちゃくちゃ重いですよね、勝手に虚、ね、偽を移してるんだから、えー、分かりますね、A の虚跡性、大きいよね、いいですね、勝手に虚偽登記作ってますから、大きいで、第三者は当然信頼したということになりますから、えー、虚偽の外観、本人の虚跡性、第三者の信頼というものが当てはまると、つまり権利外観法理っというこの条文の趣旨が当てはまる、つまりこれを類推の基礎があるって言ったね。 ならば、類推適用をすると、つまり、同じえ同じ結論を導こうぜという感じなんですね。まあ、順番、ちゃんとここを言わないと、あの類推適用ってね、とんでもないあの論文が書けることになります。あのおそらくあの 一年コースなのであの民法の途中ぐらいからまあ論文の書き方みたいなちょこちょこちょこ説明をしながら進めていくんだけれどもあのまあコツみたいなねそういうところは説明していくんだけどやっぱりあのこれ書けるか書けないかっていうのはやっぱり頭の思考過程ちゃんと持ってるかどうか,だからまだアウトプットでバンバン書いていくというよりはこれをもうどうやって考えていくかというとまずちょこれ直接的にで,で,できないよねって頭から入らなきゃだめ条文から入らなきゃいけないもうすべからくね。 条文から考えたら94使えないっていう、まず一回絶望することが必要なんですよ。で、絶望する上で、でもこの趣旨は何だったっ,てった権利外観法理だ。これ権利外観法理使えるか権利外観法理の趣旨当てはまるじゃねえかと。 えー、ならば、類推適用によって同様の結論を導けないかというような形で、えー、思考過程を踏んでいくことが必要になります。あの、本当に、あの、答案とかをいろいろ見ていくと、いきなり94条にこう類推適用ができるかとかって書いてあるね、えー、そういう論文とか見るとね、もうね、えー、なんかその先読む気がしないみたいな感じになっちゃうんです。要は、だって類推適用って、わかるでしょ、類推するってことは直接適用できないことが前提でしょ。だからそこをちゃんと、まず意識として持っててくださいっていう、えー、そういうところなんですね。えー、で、 ちなみにですけどだからあの学習する時も、なるべくこの後も講義でも言いますが復習する時もあまり論点、論点という形であの抑えていくよりはまあきちっとその事例に即してなんか考えていくというところをしっかり抑えていくのがやっぱ予備のコツだったりしますのであの意外とその前提を前提すっ飛ばしてねいきなりなんかあのとんでもないことを書いてしまうみたいなリスクがね予備試験は大きいのであの予備試験の場合、結構そこは大きいんですよ。全く変な答案を書いちゃう人っていうのは結構事例から離れちゃうのでまず事例に沿っていくならね大崩れしない答案を書けるようになります。 まあ民法の段階でそのイメージをねえー見かければと思いますでなおですけどこの94条2項類推論というのはもうちょっとえ先出ししていきますが同じようなパターンいろいろあるんですよ例えばこの5まあ事例567ってちょっと見てちょっと入りますえこれはどうですかね B は A に内緒で今度は B が A に内緒で A 所有の土地の名義を A から B に変更したえと勝手に変更したんだけど今度は B がやってますね いいで,す、ね、で A は、えー、土地の名義が B に変更された事実に気づいていたものの、えー、登記名義を自己名義に回復することなく長期間放置していたところ、えー、B は、えー、C にこれを売却してしまったと、まあ、状況としてはなんか要するに勝手に不実登記があって、えー、っと C に売っちゃったんだけど4と5の違いは分かりますね A の落ち度はあの要するに4番の方は A が勝手にやってるんですよわかるね権利者自らが虚偽登記作ってるんだけど、えー、5番の場合には B がやってるんだよね で確かこれ、判例の事案だとね、すげえ古い判例だけど、A と B が夫婦か,ななんか内縁夫婦か忘れちゃったけど、あの勝手にだから B、B が A に内緒で勝手に陶器移して、陶器移ってるわって気づいても、4年とか5年とかしばらくずっとほっぽろかしてたんですよ、もうずっとほっといて、まあいいやって放置してたら、やっちゃったと、売られちゃったと。とすると分かりますね、あの結局のところ、これ、奇跡性はここに認められるよね。 ここに要するにさっきとは思いっきり A が悪いじゃないですか A が自ら虚偽登記作ったっていう状態だから A が悪いけどこの5番の問題っていうのは B でしょあの B がやってるんだけど A がそれをずっと放置しているってことはこれ A の奇跡性を基礎づけるんですよつまり、まあ、下にも書いたけどこれまあ目次の承認という感じかな。 要は黙ってても、何年間もずっと自分の、よく考えたら、さっき陶器の話だけど、陶器が人のところに移ってるって極めてリスクだからね、リスキーだからね。何されても文句言えないからね、勝手に売られちゃってね、陶器取られちゃったらもう、あの、やばいことになりますので。えー、って考えるとあの、自分の名義が、自分の土地が人の名義になってるんだったらすぐ取り返すべきなんだよね。取り返すべきなのにずっとほっぽらかしてるんだったら、それはもう認めたのも同じでしょ。 え通報とまでは言えないけれども A の規制性は十分基礎づけることができますでこれはまだここまで読み込まなくても大丈夫ですが、まあ、判例はこういうふうに言ってるんですよえっ、ー、とねやっぱり不実の所有権移転登記の経由が所有者の不淵の間に他人の宣断によってされた場合でも、まあ、次かな、えー、所有者が右不実の登記のされていることを知りながら これを存続せしめることを明示または目次に承諾していたときは94条2項を類推適用することができると、まあ、言ってみればあの別にこれを覚える必要はなくて事例を見たときにああこれ奇跡性だよね奇跡性あるよねと要するに最初は勝手に登記を移されたんだけど勝手に登記を移されたんだけれどもそれをずーっとほっぽらかしてるんだったら認めた党と同じでしょと、えー、いうことだったら土地を失っても仕方ないでしょこの人はということで、えー、結局のところ94条2項が類推されて い、えー、いるととうことですね、まあ、あとはまあ下、書いてあるとりっいう感じになりますけれども、まあ、こういうふうな感じになります、であと2問、ちょっとね、あの問題の解説までやりませんが、だんだんちょっとね、遠くなってきます、これ、肝はね、虚偽の外観っていうものが作出されてるのに、まあ、実は4、5、6、7って4つ並べたのは理由があって、あのどんどんね、の A の落ち度が小っちゃくなってきます。 まあ、94条の類推の限界を、まあちょっとね、隠しましょうみたいなので4はめっちゃ悪いですよね自分から登記を移した5は人に移された勝手に登記を移されたんだけどずっと放置していた次、はいえーとね、A は自己所有の建物を B 名義の仮登記にしていたこの仮登記っていうのはあのまだ知らなくてもいいですが登記をする前に仮に登記するってことができるんですよ あの仮に登記ってその後本登記っていうのが移るっていう手続きって段階を踏めるんですよね登記はねなので本登記にしちゃうとやばいんです本登記にしたら売られちゃいます本当にねですが本登記の前の段階で仮登記っていう手続きもすることができるんですねで A と B との間では仮登記まで通報してたんですよつまり A と B との間ではまあ A は B 名義の仮登記にしていたんですねあだから通報してねもう勝手にやってたんですよ A が自己所有の土地を B 名義に仮登記だけつけてたで仮登記つけてたら B がよしと思ったわけですよよしと思ってじゃあ本登記に勝手に変えて売っちゃったっていう,いうケースですねとするとこれ A の落ち度はちょっとちっちゃくなっていくのが分かるこの人って本登記までやってないでしょあの途中までの仮登記まで勝手にやってたら B が途中から本登記までやって売っ払うという、まあ、そういうい暴挙に出たという場合、まあ、ちょっと落ち度はちっちゃくなるじゃあ次の7 A は、これはねちょっとかわいそうな事例なんだけどね A は B に言われるがままで実は、事例としては A がねえーとまあ状況としてよくあるのが A が高齢者の方であまりものを分かってないで B はまあそのなんか高齢者の財産を狙っている悪いやつだと思ってください。 えー、だからまあ A は B に言われるままだからまあおじいちゃんでもおばあちゃんでもいいけれども、えー、この A さんはこの,この、ね、B さんに言われるがまま、えー、自分の土地の登記済み証とか印鑑証明書を渡してたんですよだからこのまま一人でいたら泥棒来たら危ないから私が預かって,てあげるよみたいな感じですよだから自分じゃできないだろうからこういう大切なものは私が預かってるからっていう形で、えー、この A が B に言われてそのままあそうだねっつってね、えー、自分じゃ持ってると危ないからあなたに預けるよって言って、えー、登記済み証と 実印印ととか印鑑とか鑑全部渡しちゃったんですねこれはもう致命的ですからねこれやられたったらもう B は全部それ使って勝手に土地を自分名義にして移して売っちゃったっていうねもう完全にあの取り込んだ感じですねだからもう実印とか必要書類全部取り込んでそのこの A さんは何にも知らずに B に言われるがまま全部それを渡してたらその B は全部土地移しちゃったっていうこと売却されちゃったでそうするとイポイントとしてはこの売却されちゃった C を保護すべきかだよね 当然のごとく分かりますよね。あの、C からしてみれば B のものだって思い込んで買ってるわけですよ。で、そうするとこれ A の奇跡性どんどんちっちゃくなっていってるんですよ。いいよね。これなんかむしろ被害者だろうって気もするけどね。むしろこんなの B は被害者だろうって気もするんですが、ちなみに、あの、これも、えっと、一応ね、C 保護されるというされた判例で、 えっと、予備試験だとね、ごめんなさい、二十何年だか忘れましたか。すいません。えっと、予備試験論文式の過去問で、この、この事例ですね。これが問題になった事例、ほぼほぼほぼズバリの問題が出てるので、あの、ベースになった問題が。なので、一応ね、全部類推適用になるんだけれども、ちょっと違ってくるところがあるので、ちょっと休憩挟んでからやりますが、えっとね、まず、やっぱりね、6なんかも、6はいいか。あの、6もやっぱりね、あの、類推適用を認めてるんですよ。6の問題も、 えー、仮登記までやって勝手に本登記やって売られちゃったケースもやっぱり外観尊重および取引保護の要請に応ずるために善意、えー、無過失の第三者を要請すべきであるというふうに言っていますいいですねでまあ一応いこのあとあれって思ったのもあると思うからね言いますからねじゃあ7番7番も同じ、えー、結構このね このおじいちゃんかわいそうな感じですよね。えー、っとね、判例はこうやって言ってるんですよ。B が本件登記手続き、まあ悪いやつね。B が本件登記手続きをすることができたのは、A のあまりにも不注意な行為によるものであり、えー、いいですね。A に、A のあまりにも不注意な行為によるものであり、B によって虚偽の外観が作出されたことについての、ね、A の奇跡性の程度は、 自ら外観の作出に積極的に関与した場合や、これを仕入れながら、あえて放置したものと同じくらい重いものと言うべきであるってでもふんなり蹴ったりですね。え <laughs>、騙されといて騙されたお前が悪いみたいなね。あまりにも不注意が大きいっていうね。えー、あまりにも不注意な語彙によるものであると。で、そして、えー、C、つまり第三者は、えー、B が所有者であることを外観を信じ、そしてそのようなことを信じる図で過失がなかった。 ということで結論としては A は B が本件主導さんの所有権を取得していないことを善意無価値と C に対して主張することができないという結論を導いています。で、どれも結局は C を保護してるんですね。ただ、これちなみにすごく大切なところで、ちょっと気づいたかな。4、5と6、7若干違ってるよね。4と5は善意の第三者でよかったじゃないですか。いいよね。94条2項の累積適用なんだから善意の第三者が保護されるって言ってるんだけど、 あれっていうところですね。6番と7番の事例を見るとなぜか善意無過失を要求していますいいですね。わかりますよ第三者が保護されるためには善意無過失が要求されていますじゃあこれは、ね、あの簡単に触れて休憩してまとめますけどじゃあなぜこっちは善意無過失が要求されるのかっていうのは実は理由があるんです A の落ち度が低いからなんですいい あの94条2項の一番最初の講義でやった今日が一番最初か <laughs> でやったんだけどなぜ無過失いらないんだったっけこの1ページでやったよね、えー、第三者の全員の第三者の全員で足りる理由はなぜかって言ったらあの通報拒否表示やるやつの落ち度はすげえでかいんだとそんなやつを保護する必要は全くねえだろうとだからもう全員で死を保護してやれっていうバランス感覚があったわけだけどまあ見てみると7番の事例考えてみて まあ、ちょっと判例、ちょっとすごいなんか,かわいそうなこと言ってっけどさよく考えたら落ち度っていうかむしろ A も被害者みたいなのがあるでしょとするならば A の落ち度が小さいんだったら A を保護する必要も出てくるんです若干だから自分から通報虚偽表示をやらかすような場合と比べればまだ奇跡性が小さいということは奇跡性が小さいということはやっぱり A を保護する必要性も大きいわけ。 ならばどうするかというとバランスを取るために C を善意だけでは保護しないと考えるわけですつまりあの A がすげえ悪いんだったら善意で OK みたいな感じするけど、まあ、A にもやっぱりねちょっと組むべき点があるなって場合には C を保護するためには善意では足りず無価値まで要求するという考え方なんですよで6番も同じですよね仮登記までしてたら本登記売られちゃったっていうのはさすがにこれは悪質性は少ないわけですね えー、奇跡性が少ないということは奇跡性が少ないのであれば C を保護するための要件はグッと上げるべきだと、えー、グッと上げるべきだとだから善意ではなくて無可欠まで要件として求めるんだっていうふうに考えるわけですじゃあ5678のごめんなさい4567のどこが分水例かっていうとすごく簡単なんです4と5はその外形を自分で認識した通りの外形を作ったんですよ つまり A もこの4番の事例も5番も事例もちょっと戻りますけどね4番の事例も5番の事例も共通しているのは自分で所有権の名義を移転することを認識している状態でその通りの外観を作ってるでしょつまり一般的に意思外形が対応してるんですつまり虚偽の外観を作るというその意思とその意思通りの外観を作っているという点では変わらないわけですどちらもねら悪質なんですよだけど6と7は意思と外形対応してないでしょ6番は仮登記までの意思しか持ってないでしょ 仮陶器の意思しか持ってないのに本陶器まで作られちゃったつまり予期せぬことをされちゃってるんですよで7番に至っては虚偽の外観を作る意図なの何もないでしょだただ渡してるだけだから虚偽の外観を作る意図を何も持ってないのに虚偽の外観として所有権移転陶器までされちゃったっていう状況を作られたということは要は6と7っていうのは要するに虚偽の外観に全面的に加工してないんですよあくまでも途中までであったりとかもしくは虚偽の外観に加工する意思を持っていないのに虚偽の外観が作られちゃったつまり、えー 簡単に言うと余計なことをされた場面なん、場合なんですよ。B にね。えー、っていうふうに考えてみると、4番と5番は、まさに意思と外形が完全に対応していると。 いう場合になりますので悪質であってで、えー、と6番、7番は医師と外形が対応してないから悪質性は若干下がると、えー、要するに勝手にやられちゃった部分があるので悪質性が下がるので、えー、第三者保護するための要件を善意では足りないとするというような感じのことを理解していくわけ、ね、で少しここで休憩挟みますねで一応今言ったような話っていうのをちょっと整理してまとめてからあの進めますけれども大体、えー、いいこの類推適用というのはねあの突き詰めて考えちゃうと,、えーとまあ、ここだね 医師と外形が対応するんだったら、医師と外形が対応するんだったら、第三者の主観的要件は全員で足ります。医師と外形が非対応しない場合には、第三者の主観的要件は全員無科室までいります。というところです。ですので、このあたりのところを、まあ、押さえておくと、えー、復習するときにはいいかなと思います。少しもうちょっと休憩挟んでから、えー、少し踏み込んだ上で、 まあ、通報協議表示のまとめっていう形に入ってまいります。じゃあ、じゃあ一旦、えー、1回目の講義、ちょっとね、長丁場とかも思いますけれども、じゃあ一旦ここで休憩を挟んで、休憩後にはその残った錯誤、詐欺、脅迫の方も進めていきます。じゃあここで休憩します。それでは、えー、と後半の内容になりますが、えー、先ほどの、えー、と94条2項の類推論、ちょっとまとめていきますね、えーと。結構難しそうに見えて、実はね、そうでもないんですよ。難しそうに見えてそうでもなくて、大きく分けると、 結局、意思と外形が対応しているか対応している場合と意思外形が非対応の場合というふうに対別されるわけ、ねまあ判例の理論からすればで、えー、ともう一回、事例で、ね、開ける人は事例開きながら4番と5番はどちらも A の思ったままの外観が作成されているとつまり4番は自ら登記を移している5番は勝手にやられたけれどもそれを了承してずっと放置しているという状態だから今ある虚偽の外観を全部認,知し認識しているんですよ。 分かった上で放置してるわけですね。で、それに対して6番、7番は、仮登記までしか、えっ、ー、と、認識してないのに本登記勝手にやられたとか、えー、預けてただけなのに勝手に本登記されちゃったっていう場合になりますから、まあ、対応してないわけですね。えぇ、ー、とすると、A の奇跡性が、相対的にこっちは大きいんですよ。で、非対応はちっちゃいことになる。 そうすると、さっきの権利外観法理の考え方からすると、要するに A の規制性が大きい場合、C 保護、まあ、C の保護じゃ、C 保護の必要性はどうなるかっていうと、やっぱり、奇跡性がで、A の規制性が高いんだったら、できるだけ A を保護、C を保護してやろうと。で、A の規制性が小さいんだったら、C の保護の必要性は相対的に下がるという関係になるよね。だからまあ。 まあやじまあ、矢印いでも同じだけど隙間空いてたから矢印てだけどね、えーまあ、こんな感じですねじゃあそうすると C 保護の必要性が大きい小さいが何に現れるかっていうと C の主観的要件に現れていくるわけね。 C の主観的要件が現れてくるわけ。で、保護が C をできるだけたくさん、あ、ごめんなさい。いや、なんだこれ。ごめん、ね、全然違う違う。もう、な,なんだこの矢印。すいません。ちょっと開いたからちょっと調子に乗って書いたらね、全然違いました。<laughs> こうですね。<laughs> こうですね。もう全然違いましたね。えっ、ー、と、A の奇跡性がでかいと C を保護いただくためにできるだけ保護しようと。いうことだから C の主観的要件は全員のみで OK。えー、全員のみで OK。 でそれに対して、えー、と A の奇跡性が小さければ C 保護の必要性も相対的に下がってくるから C を保護するためには、えー、善意では足りないと善意プラス無価失とえいうことが要求されてくるということですね OK ここまで大丈夫ですか大丈夫か、ね、ですねそうするとじゃ,あじゃあこの時の 法的根拠はどうなるかというとこっちは94条2項の類推なんです、えー、94条2項の類推でいいわけですねですがあの下の場合だと94条2項の類推ちょっとできないでしょだって無過失って言ってるからには94条2項の類推で無過失だったら法的効果が上がっちゃうでしょじゃあどうするかというとここは次回の第2回の講義でやりますあの94条2項ともう1個110条を使っていくんですねで判例は 法位に照らしっていったりいろいろあるんですよ法位併用とか類推適用とかいろいろ場面はあるんですが基本的にはあのそこら辺細かいことまだやらなくていい94条プラス110でいいです理解としてはで110つてわれても何だか分からないでしょなのでこれからまあ説明しますあの110条ってどういう事例かというと次回の講義かな第2回第3回で少なくともやるんですがあのどういう条文かというと代理の条文なんですで具体的にどういうういい条文かというと A さんが B さんに100万借りてきてっていうふうに代理を与えたとで代理を与えたら代理人が100万しか借りられないのに1000万勝手に借りてきちゃったっていう場面なんですねこれは書く必要は特になくて、まあ、落書きで、えー、いいですだ代理の時勉強するから今,今やるとねわけわかんなくなっちゃうので、えー、つまりどういう事例かっていうと状況かっていうと A が B に対して、まあ、代理人に例えば土地を賃貸にしましょうか 賃貸の代理権を与えたとこので、土地、ちょっと借り手を探してくれと、えー、この土地はちょっと手狭だっけど、手狭じゃないか、えー、この土地ちょっと使い、今使ってないから、誰か借りてくれる人いないかってね、B に代理人にお願いしたとで、まだ代理やってないからね、えー、代理勉強してからでいいけれども、B に要するに、賃貸の借り手を探してくれっていうことで、賃貸契約の代理を任せたんですよ。そしたら B が悪いやつで、C に売っちゃったんです。 でこの時に当然、B はそんな権限ないから無,無権限なんですよ。でも、無権限だけどこういう時ってさやっぱ C は信じてるでしょ分かるあの要するに賃貸とは言っても C は代理人であってで C が代理人であってで代理人であって、えー、それを C が信頼して買ってる状態でしょ。とするとこのものを保護する必要があってでこの時に、えーっとね、C が善意無過失。 ならば、えー、A に主張できるというね、えー、そういうあの規定なんです、この110条ってあの代理人の権限乱用って規定なんですよ。あごめん、うそう嘘嘘嘘逸脱、えー、乱用しちゃだめだね代理人の権限逸脱という問題で,で、これってさ、 なんか今日初めて民法を勉強しても何か権利外観法理なの分かるよねだって虚偽の外観でしょ B が代理人であるかのような虚偽の外観があるでしょ、えー、つまり B が,本 B が、えー、とちゃんとした売買契約の代理人であるかのような虚偽の外観があってで本人奇跡性あって、えー、本人に落ち度があってそれを信じた第三者でしょ になるからこれ94条2項のえと同じでえ権利外観法理の表れのえ条文なんですよえもう1回言うけれども本人の虚席性ですね本人の虚席性でこの人が代理人であるかのような虚偽の外観があってでそれを C が信頼したのであれば C を保護して有効な売買契約と同じように A に土地をこせって言えるというそういうものを認めましょうというものなんですねでこの時にえ条文では次回か次次回になるんだけど全員無過失が要求されるんですよ でこれなぜかというと、a の奇跡性ってそんな大きくないんですよね。a の奇跡性って、だってせいぜいどんな奇跡性かつ、こいつを代理人したっていう奇跡性です。 こんなあのろくでもないやつをあの代理人したという奇跡性でしょでそうすると、まあ、そのような、えー、奇跡性が A は大きくないから C は全員無過失まで要求すべきだとつまり A もある意味被害者でしょ勝手にやられちゃってるから A もある意味被害者みたいなところがあるからならば、えー、A を C を保護するためには全員じゃなくて無過失まで必要だっていうのが、えー、この110条という条文なんですよよよく考えてみるとあのさっきの意思外形したよってこれとそっくりでしょ現象的に。 だから94条2項のような場面だよ、確かにあの。代理人が出てくるわけじゃないから。代理人が出てくるわけじゃないから94条2項の問題になる場面だけど、ただ、現象的に近くないですかなんかさ、これ、これ賃貸渡してたら売られちゃったってさ、仮登記までやってたら、本登記されて売られちゃったとか、あんまりやってること変わらない。つまり、A は意思外見したようなんだよ。賃貸の代理人の意思だったのが、この人が売買の代理人の外見を伴って買ってやっちゃったってことでしょ。 そうすると意思外形非対応の表現,あの表現いで、次回んだけど、意思外形非対応の権利外観法理の場面に近いなあの条文なんです。とすると、判例はここで百十という言葉を使っているのはそれなんですね。この条文も一緒に使うことで、無過失を基礎づけようというふうに、まあ、説明されます。ただ ぶっちゃけな話今の段階でこれをね、えー、全てやるのはまだ固まってからでもいいですがあのまずは医師外形対応型医師外形非対応型で結論が変わってくるというところを押さえておいてください、えーとまあ、事例解説中の6番で言うと、えー、これは要するに医師は本登記でしょあごめんなさい違う違う違う医師は仮登記でしょで外形は本登記だから違うよねっていう、まあ、ここを認定していけばいいわね、えー、つまり医師外形非対応型になってるのは その6番の問題で言えば、医師は仮登記の医師なんだけど、外形が本登記まで行っちゃったと。で、で事例7の方も書いてくと、事例7は、医師はそもそもないよね。で、外形が勝手に登記移されていると。まあ、要するにそんな虚偽の外観を作る医師もないのに、本登記までやられちゃったから、医師外形がたようだから落ち度が少ないと。 え、いうような形で、で、一応そういうのうな4つの類型って形でね、<laughs> あの、学説ではまとめられてたりはしますけれども、まあ、入門段階もしくはまあ予備試験の論文という観点からすると、むしろ正しい理解ができた方が大切ということになりますので、えー、まあ、で、理解した方が楽しいですからね、えー、正直なところね。えー、で、一応、医師外形非対応についてまとめたのがここです。あの、6ページの下に解説つけてます。えっ、ー、と、要は、医師外形非対応の場合には、えー、要は、 94条2項プラス110条両方とも使っていくことによって主観的要件として全員無過失まで要求していきます。まあ、94条2項プラス110条を使うということになります。で、110条まで引かなくても大丈夫ですからね。えー、110条引かなくても大丈夫ですからね。でね、一応理由としては1に書いてあるんだけど、本人の奇跡性が意思外形対応型に比べて小さいと。つまり、 えと真の権利者が承認した外形以上の権利を第三者が取るから本人保護つまり A 保護の観点から、えー、第三者の主観的要件を課長する必要があるということ、えー、それからさっき私が説明した通り110にすげえ似てるんだよさっきのね、えー、代理権の権限逸脱の場面である110条に非常に似ているので、えーまあ、そういうところから員無価指まで要求するんだよという、まあ、類推適用の応用型です 応用型ですので、まあ、ちょっと不安だなって言ったらこういう議論があるんだな。でもまだ今のところは大丈夫かなというところですが、まあ、できればね。できるに越したことがないというところだと思います。で、ここからがここまでが94条2項ということになりますので、えー、しっかりとあの心理留保と。 なんだっけ、えー、と通報虚偽表示を理解してくださいという方で次が95条、えーまあえー、条文ちょっと見ていくと錯誤というのがあると思います、えー、多分これが一番日常的によく使うやつ日常的に一番よく見るでしょう錯誤おそらくまあ勉強した時もこれが一番日常生活で使えますえっ、ー、とねこれ勘違いです、えー、勘違いです えー、95条、錯誤というのは勘違いです、えー。で、条文も一応また見ていきますが、95条、すごく細かい条文ではあるんですけれども、少し、えー、と条文見ていきましょう、えー、と意思表示は、95条ですね、はい、次に掲げる、錯、ま、誤、あ、って勘違いだと思って、あ、ごめんなさい、はい。 次に掲げる錯誤に基づくものであってその錯誤が法律行為の目的及び取引通念上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができるとされています取り消すことができるとされています要はねあの重要なものじゃなきゃ取り消せないですですが重要なものなら取り消せるっつ言ってるわけですね えとつまり、意思表示は次に掲げる策語に基づくものであって、まあ、要件はその次に掲げる策語に基づかなきゃいけないんだけど1号2号ってありますよね、この1号2号に基づく策語でその策語が法律行為の目的や取引所の社会通念に対して重要だったら取り消せますで、取り消せるのはどういう策語かというと1号、えーとね、表示意思に対応する意思を書く策語、で2号が、表示者が、えー、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実の反する策語。 というふうに二つの類型が書いてありますが、これだけ見て分かったらすごいですよね。えー、おそらくはピンとこないと思うので、まず私の方で簡単にあの説明しますが、まず前提として錯語っていうのは勘違いのことです。もう簡単に言うというのええー、もう勘違いのことを錯語と言います。で、錯語っていうのは基本的には三箇所で起こるんですよ。えー、っとね、まあ簡単に言うと、 この,この図最初のね意思表示の過程っていうのを見ていただけるとえ4つの類型がありましたよね、動機、内心的公開し表示し表示行為ということですね、この時にえとまに、これ別に書かなくても大丈夫です、要するにどこかがずれるんですよ。 1で一つまあ言えるのが一番わかりやすいのが私、よく言うのが、ね、1項って書いてあるのあるでしょ1号、ね、ごめんさい95条1号の意思表示に対応する意思を書く作っというのは簡単に言うと言い間違い勘違いと言い間違い勘違違いいいと言い間違いのことです、えー、だからまあ例えば内心、例えばお店に行くじゃないですかお店に行って、えーっとまあ、うどんを食べようと思ったとしますであうまそうだなと思ってこれ食べたいなと思って。あこの ーのーこ,のこれを食べようと思うわけですよ目の前にあるこのう,うどんなるものを食べようと今思ってるわけですよでただ、えー、勘違いしてるっていうのは勘違いがここで起こるんです何かっていうとその目の前にあるものをその人はうどんであるまあなんていうか難しいなうどんとラーメンをそいつは同じものだと思ってるんですよ仮に勘違いしちゃってるんですよだからこの目の前にあるなんか,すごいなんかうやっとしたもの食いたいなと思ったんだけど、えー、それを要するにあのラーメンと勘違いしてラーメンをくださいっていうふうに言っちゃうわけです わかります。それはここでずれてますよね。こ,この白いなんか麺類食いたいなって言ってラーメン食べようって、ラーメンくださいって言おうと思っちゃってるって場合は、多分うどんとラーメンが混同しちゃってるんですよ。で、もう一つはここは大丈夫。あこ、これ食べたいな。うどんくださいって言おうと思ったら、まあ状況全く見えないですけど、ラーメンくださいってうっかり言っちゃったっていうね。<laughs> えー、わかりますね。もう言い間違いですね。言い間違い。で、まあでも言ってみれば、錯誤っていうのは、要はここと、ここがずれたら、さっき言ったやつなんですよ。 これとこれがずれることが、あの、基本的に1号の錯語。だから、わかるよね。表示意思に対応する意思を錯覚覚悟って書いてあるんだけど、まあ、難しく考えたよこのベータとアルファがずれる場合が一般的に、その、1号の錯語です。表示行為の錯語って言われています。で、繰り返すけど、本当にい,い勘違いと言い間違いです。もう、すごく単純です。えー、で、ちなみに、ちょっとページに戻りますけど、これですね。えっ、ー、と、この、法律効果の、あ、ごめんなさい。で、要件としては、 ごめんなさいちょっと違ったで、ね、これね、表示意思に対応する、えっ、ー、と、錯誤、これが1号ですね、に書かれてるものなんだけれども、あの大きく分けると2つです、あの要は、勘違いと言い間違いです。 でさっきのところのどこがずれてるかが分かればいいからね。あの動機があって、動機、表示、あ動機があって、まあ、戻りますけど、これね、動機、公開意思、表示意思、公表示行為の、ここがずれると勘違いになります。ここがずれると勘違いになります。要は、これが食べたいなーって思ってて、ラーメンくださいって言おうと思ってるんでしょ。ということは、ラーメンとうどん混ざってますよね、その人ね。 でえー、とうどんくださいって言おうと思ってんのラーメンくださいって言っちゃったっていうのはそれは、えーまあ、自販機の落ち間違いとかならあるかもしれないけどね、えーまあ、実際そういっもうっかりわーっと、ね、なんかうどんくださいって言おうと思ったらなんかたまたまなんかなんかしないけど目の前にラーメンっての書いてあるからラーメンくださいってうっかり言っちゃったみたいなね、えー、勘違い言い間違いの場合は取り消せます、えー、勘違い言い間違いの場合には重要なものだったら取り消せますじゃあもう一個錯誤があるのはどこかっていうとここなんですよ動機と内心的公開誌 の、えー、ところで食い違いが生じる場合。これは何かっていうと、ここは、うまい、うまそうだ、うどん食べよう、うどんくださいっていうを言いました。で食ったらまずかったってね。えー、だから、同型として、これはおいしそうだなと思ったんだけれども、取り消したい。っていうときですね。で、この、これが要するに2号なんですよ。ちょっと難しい言葉言ってたでしょ、あの、条文では。あの、表意者が、法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実で反する錯誤。つまり、 法律行為の基礎とでは事情についてって何かって言ったらそれ上手いかまずいかって話。で、これからまあ具体的な例として大体のね、もので出てくるんだけど、あの、美術品なら本物か偽物か。あ、このに、この美術品本物だと思ってよし買った後、これくださいってくださいって完璧に買ったんだけど、はい偽物でしたって時ね。で、これは認識が違いますよね。基礎事情の認識が違うよね。本物か偽物かっていうその部分に錯誤がある。とするとこれを一般に動機の錯誤って言います。動機の錯誤と言います。えー、ですので、 まあさっきのところ一応触れるとまあ動機公開意思表示意思まあちょっとざっくり書きますけどね <laughs> えこういう感じでしょ。ここがここが食い違うと。 同期の錯誤になりますでここが食い違うとこことここが食い違うのが1号ということになりますでこっちが勘違い言い間違いですねという形になりますでまずね 今日まあ結論言っちゃいますけど試験で出るのは圧倒的にこの動機の錯誤ですだって言い間違い勘違いは重要だったら取り消せるんでしょだからそれで何の問題もないです、えー、すいません、まあね、ちょっつって勘違いしましたっつって、えー、ちょっとうどんとラーメン同じものだと思ってたんですいませんっつって取り消しますっていう言えばいいだけでしょで,で例えばね あのラーメン頼んでうどんが来たらあ,あ俺ラーメンって言ってました、すみませんみたいな言い間違えましたってそれが認められるかどうかは別としてあの端的に、錯誤としては言い間違い、勘違いは日常的によくあるから分かりやすいんですが特に問題なのはこれなんですよ動機と公開意思の間で錯誤があった場合、えー、動機の錯誤があった場合っていうのは取り消せるかっていうと取り消すの結構ハードル高いんですよ、実は。あのなぜかっって言ったら あの、一つの例として言えるのがね、あの、美味しそうだと思って頼んで、まずかった。じゃあ動、動機が、基礎の事情が違ったと。だから取り消しますって言われたら、お店たまったもんじゃないでしょ。まずかったら金返せみたいなもんだからね。えー、うまいと思ったんだよ。俺は動機の錯誤だから取り消すんってことね。えー、基本できませんし、なぜかって言ったらそんな動機ってそもそも、えー、お店の人知り合いませんからね。 お店の人知り得ませんからねえー、うまいと思ったから買ったんでふーんって話になりますからまず基本的に取り消すためには動機の錯誤ポイントはあの基本的にはこの重要な錯誤ってのは両方に共通するんです95条は条文の読み方ねこれは共通してますよね法律行為の目的だ取引所の社会通念照らして重要なものであるときは取り消すことができるで12ってなってるから、まあ、重要な錯誤じゃなきゃ取り消せませんたださらに2項を見てもらっていい全条2号の錯誤 の取り消しですねえー、前条2号っていうのは動機の錯誤です、えー、動機の錯誤の意思表示の取り消しはその事情が法律行為の基礎とされていたことが表示されていた時に限りすることができますつまり動機の錯誤は要件が課長されてます通常の錯誤要件っていうのは重要な錯誤なんですよいいですねえー、まあきちんと民法の言葉で言うと法律行為の目的及び取引上の社会通念照らして重要なものであること っていうので通常の要件なんです。だけど、動機の錯誤はプラス、それが表示されていること。だから簡単に言うと、買うときに、美味しいと思ったから買いますって言えばいいんです。まあ、それが通るかは別ね。でも、さっき取り消しの前提として、えー、これは私は美味しいと思ったから今から注文しますからね、いいですかってね。えー、じゃあ、買わしてください。って言ったときには、一応表示されることになります。えー、ですので、 えまあ一応要件としてはこれちょっと書くとこういうふうになるんですよ。あの重要なものであることを、えー、それから表示されていることの二つが一応要件として書いてあるわけですね。で、この丸一の要件は共通要件なんですよ。えー、法律行為の目的及び取引上の社会通念を照らして重要なものであるときに取り消せます。で、そうすると、あのこの1号の自由ですね。1号の この表示しに対応するってい,いわゆる表示行為の錯誤の場合は、要するに言い間違いとか勘違いね。勘違い言い間違いは要件一のみでいいです。別に表示されていなくても構いません。言い間違いでした勘違いでしたでいいです。ですが、こっちですね。あの動機の錯誤の場合には、まあ二号の錯誤ですね。二が必要になります。あの表示しなきゃダメです。えー、表示しなきゃいけません。えー、ですので、えー、先ほどの例で言えば、あの。 おい,しおいしそうだと思ったから買ったんですけどっていう取り消しの場合にはきちんとおいしそうだと思いますっていうことを伝えなきゃいけないということになります、えー、ただです、ねあの、よくあの事例の中で出てくるのはそのおいしそうだから買いましたっていうよりはむしろあの絵が本物かどうかっていうのが典型的な例ですね、えー、美術賞に行って、えー、なんかピ,なんかピカソとか何でも分からないですけどピカソの絵を買いたいと言って,行ってでそこにあの画商に行ったらあってでこれは本物だよねじゃあ買うわっていう,ふうに言えばいいんですよ。 本物だよねじゃあ買うわって言えばそれで表示されてますから動機が、ね、本物であるということが動機になるででそれで実際に偽物だということであればそれはもちろん重要でしょ本物かどうかってそれ法律効果の目的及び取引所の社会常念ってめちゃくちゃ重要ですねあの美術品、まあ、もしくはアンティークでそれの新っというのはめちゃくちゃ重要ですから、えー、取引行為において重要なものですから取り消すことができるという,そう,いう流れになりますでなおですけどこの下に書いていう目次的な動機の表示でもいいって書いてあるのでよく出てくるんですよはっきりと言わないでしょ普通 これ本物だから買いますとか言ったら、ね、本物だと思いますから買いますって言ったらね、あの、ディーラー、ディーラーの方も舐めとんのかって話でしょえ、うちをバカにすんなよみたいな話になりますから、普通これってどういうか前提としてもう目次的にわかるならば表示されてるってされてます。だからもう要するに、本物が欲しいっていうようなことを常に言ってるとか、え、もしくはその、 要するになんか心眼みたいなものについてすごくなんかそういう専門的な,なんかパンフレットとか書籍みたいのを持ちながら歩いているとかまあそれでも十分、これは本物だということを前提にこの人は買いに来ているんだって分かればそれははっきりと言ってなくても口に出さなくても目次的なな動機の表示でもいいといととうことになります、はいえー、そうするとまあなんとなく動機の錯誤って分かったと思うんだけどえまあよくちょっと言われるのがじゃあさっきのおいしいと思ったから取りあの買ったんだけどまずいから取り消しますよってできるかって話なんですよね。 まあ今まで、ね、そんなんでしたことないと思うけど、まあやったらクレーム扱いになるでしょう。あのなんでかってやっぱできないんですよ、法律上。なぜできないかっていうと、あの、1の要件です。実は。 あの要するに例えばお店に行って物を買いました,た食べ物を買いました、まあ、さっきラーメンの話でラーメン頼みました置いたからもしメニューで嫌がらせみたいに美味しいと思ったから私はこのラーメン頼みますからねっ,つって注文してラーメン食べてで食べた後にまずいから取り消しますって言えるかっていうとまあ言えない理由はシンプルで表示されてても結局重要であることが必要でしょあの売買契約で重要なことは何かあの目的物と値段ですわうまいかまずいか問題にならないわかるまあ両方とだったら別ですよ あのそれがとやっぱりこの取引上の社会通念ってまさにそうで通常の売買契約だったら要するに目的物と値段が一番重要なことでしょそれがだからうまいかまずいかっていうことは本質じゃないんですよもし本質になるんだったら仮にあるんだったらもうお店がもううまいものだ出しますよというような満足できなかったら何かしますよぐらいのことをなんかねやってたりとかもう何かわかるでしょんとなくそのおいしいことが絶対的なこの取引の内容だなってるという場合では別です もうまいことが絶対的な内容になっているんだったら別ですがあの要は普通の売り買いって違うでしょそのメニュー表に書いてあるそれが出てくることが取引の一番重要な内容だからってなるので、まあ、取り消せないという単なるクレームになっちゃうのそういう,ことということになります。でなおですけど動機の錯誤って結構ねあのどのぐらいまで認められるかっていうのは結構微妙なところがあって、まあ、論文式試験ではよく出るのがあの土地を買うときにここが駅前再開発になる予定だとかなんかうすが騙されちゃって。 っていう場合かな。要するにそれなんかまさに基礎事情の錯誤、動機の錯誤になります。その土地が将来値上がりするはずだと思って、えー、その土地を買ったら、実は駅前の開発なんて全くなかったとっいう時に取り消せるかなんてね。えー、そういう場合であったりとか、あとはまあ別にセブンサミットをねあの抑える必要はないんだけれども、まあ、抑える必要はないわけではないんだけどね。えーっと まあ大体、ね、だいたい127ページから128ページあたりに、まあ、いくつか、まあ、あの、例みたいなの載ってますので、まあ、興味があればぐらいでいいかなと思います。えー、興味があればぐらいでいいかなとは思います。まあ、難しいところですけどね。 あのいくつかありますけど、これは実際、論文の勉強する時で構いませんね、ここはねあの動機の錯誤のルールをまず押さえておくことが大切かなというところです、ででここから先がちょっとね、あのむしろね、動機の錯誤がどれが動機の錯誤でどれが動機の錯誤じゃないというのが、あの一応、判例もいくつもあるんだけどあの、実はあまり当てにならないなぜかというと、さっきも言った通り、取引上の社会通念なんですよ、だからその目の前の契約を見るしかないんだよ。 ださっき言った通り、うまいかまずいかで取り消せるか取り消せないかって一般論は言えるんだよ、さっき言ったみたいに。一般論としては、それは重要じゃないからえ、重要じゃないよってなるけど、取引の経緯とか内容とか見たときに、もう絶対にうまいことが内容になっちゃえば、それは動機の錯誤になるってことになるのでね。そこはだから、予備試験っぽい分野なんです、実はね。いろんな事例見て、取引の内容になってるかどうかっていうのを認定していくっていうね、えところになります。じゃあ、じゃあなんでこれ取り消せるかというと、これ A、表示者ね。B ですね。 で原則としてはさっき言った要件はいいですね要件満たせば取り消せますでなぜ取り消せるのか当然 A を保護するためですよねここから先はしっかり 押さえておききままししょう原則は取り消しできますだってさ、この人あ、私がこれふにゃふにゃふにゃって書いてるこれだされてるとかね、ね錯誤に陥ってるときこの人、錯誤に陥ってるんだからそんな重要な錯誤に陥ってるんだったら取り消した方がいいだろうということになります、ただ、えー、取り消しができない場合があります、えー、あの一応ね取り消しができない場合は95条3項。 錯誤が、表意者の重大な過失によるものであった場合には、えー、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができないということになります。えー、つまり、例外は、A のごめんなさい重過失の場合です。これ、理由わかる A 保護の必要全くないんですやっぱりこれバランス感覚なの要するにあの、錯誤に陥ったやつを保護するか相手方を保護するかの問題なんだよねで原則としてやっぱり取り消しを認めるべきだとだけど A がすげえ重過失に陥っている場合ですね えー、まあ、なん、なんでも良いかなという気はしますけれども、本物だと思ったから買いますみたいな例でね、えー、これピカソの本物だと思ったから買いますって、ピカソくださいってやって、えー、動機の錯誤になってんだけども、明らかにその辺水墨画じゃねえみたいなね。えー、動画でそれ違うだろうみたいな時に、それで、動機の錯誤だ、それは誰が見たってこれピカソのわけねえだろうみたいなね。えー、まあそういう風な場合だったら絵を保護する必要なくて、むしろ相手方保護でしょ。 になるよねつまり A を保護する必要性がなくてむしろ今度は B 保護に偏るんですよ、えー、B 保護に要請になるだから取り消せないかるこれが95条の3項の規定まあそうだよねって気がしますよねじゃ,あじゃあ B を保護するから取り消さなくていいってなるけどさらに例外があるんですよ95条3項もう1回見よう次に掲げる場合を除き取り消せないということは例外の例外がありますいいですね 原則は取り消せる。例外は、えー、表示者が重化質に陥ってる。さっき言った水墨画買っちゃったみたいな。水墨画ピカソだと思っちゃったみたいなね。えー、そういう場合。で、ただしで、もう一個例外の例外があります。これです。相手方が表依者に錯誤があることを知り、または重化質によって知らなかったとき。つまり、要するに、例外の例外として、これだからめんどくさいよね。例外の例で B が、A 錯誤につき悪意のとき。 例えば、重過室であったとしても、あいいね。さっきのあの、もう、水墨画をピカソで買ったやつがいたとしますよね。で、そしたらそいつ取り消せないよ。だけど、お店の人がざまあとか思いながら見てるときね。<laughs> いやこいつ水墨画ピカソとか言ってるんだみたいなね。えー、ざまあと思ってるんだったらそいつ保護する必要ないよね、っていうことです。わかるね要は B を保護するってことは、要は B の取引の安全の問題。 要は、もうすべからく意思表示ってシンプルで、あの、どっちを保護するかっていうことなんですよ。で、どっちを保護するかって言った時に、もう一つのベクトルとしては、要するに意思表示の表意者を保護するのか、取引を保護するのかっていう話。で、結局は、表意者に落ち度が大きいんだったら、取引を保護すべきだっていう、相手方を保護すべきだってことになるわけ。だけど、相手方が錯誤に陥ってるのを知ってんだったら、そいつを保護する必要ないでしょ。原則に戻られたんですよ。いいよね。つまり、えー、A が錯誤について悪意重過質だったら、今度は、 さらに例外的に取り消してよくなります。これが九十三条一項一号ですね。えー、B が A 作語について悪意重加質のときは取り消せる、えー。これ理由は大丈夫ですね。理由としては今度は B 保護の必要がないです。 どっちもどっちだろうみたいな、ね、えー、どっちもどっちなら原則通りだみたいな、ね、えー、私なんかよく言うんだよね。要するに片方もろくでもねえし、もう片方もろくでもねえ。じゃあなかったことをすりゃいいじゃん。っていう話だよね。えー、もう A もなんか水墨がピカソって言ってるしね、相手もそれ知って、えー、なんかザマーとか思ってるんだったら、ならそれもどっちもどっちなんだから原則に戻ろうぜっていうね。えー、それで取り消せるとします。で、その発想でいくとね、もう一個わかりやすいと思う。あのね、共通錯誤ってやつなんですよ。相手方が表依者と同一の錯誤に陥ってたとき。えー、つまり、 まあまあ言ってみればさ、ピカソの例だと分かりにくいけど、うどんとラーメン勘違いしている人がいたとしますよね。えたまたま二人ともうどんをラーメンと勘違いしてるんですよ。で、うどんをラーメンと勘違いしていて、えー え、買い主が、ラーメンくださいって言って、うどん、うどん買うつもりでラーメンくださいって言ったら、えー、売り主の方もなんか、うどんとラーメン同じもんだと思うんで、はい、ラーメンお待ちっつてうどんが出てきたっていうね。まあ結果うどんが食えますよ、みたいなね。えー、そういう場面です。お互いに同じ作誤に陥ってる。で、それはなんか、それでも良さそうな気もするんだけど、それはさすがにもう、リセットした方がいいだろうと。で、わかる。お互いに作誤に陥ってて、結果往来だよってやっちゃうと、それはそれでなんか,か、帰ってわかんなくなっちゃうので、例外の例外二つが共通作誤 さっきのとおり、2人の世界に入っちゃってるんですよね、ラーメンとうどん、まあ、ラーメンとうどんを勘違いした2人の世界で、あのラーメンくださいって言って、うどんが出てきてねえ、それで2人ともラーメンを売買契約結んだと思ってると、えー、だけど客観的にはうどんの売買契約ができているというような場合になっちゃうと、それはなんか、なんか取り消していいんじゃねってね、もうそんなものへ残す必要ないでしょという感じですで、これは取り消し OK と。あごめん、93って書いて、ごめんなさい、これ95ね、95です。 とということになりますですので、まあ、正直私なんかがよく言うのは担当ではズバズバ聞かれるんですよ、やっぱりね。あの95条1項から始まって、こっちが柱書きだね、例外は柱書き、で例外の例外で、えー、っと取り消し OK というで聞かれるんだけど、ストーリー作っちゃうという、さっきみたいに。 あの、もう、正直、あの、これ覚えてってもか、わけわかんなくなる。さっき言ったあのピカソ事例にしちゃうのが、まあ、ピカソ事例でも何でもいいけど、何かしらの事例作っと、原則、あの、取り消せるけど、A にめちゃくちゃ落ち度があったら取り消せなくなる。で、その、と、錯誤の状態を B が知ってんだったらやっぱり取り消せるっていうね。そんな感じでストーリー作っちゃえば、あの、なんか、込み入ってるけど言ってること簡単でけど、ね、し思想なんですよ。要するに A、B どっち守るかのね。えー、ということになりますので、で、今私が申し上げたのが、括弧2のところでバッと書いてあるところですね。えっ、ー、と、原則例外っていうところが、まあ、分かって まあ OK、ですでさらに、錯、え、誤、ー、についてここまでやれば、えー、もうちょっと触れたいところはあるんですけれども先にやっちゃいます錯誤は取り消し OK ですね取り消しケ、OK、ーこれが原則で例外と例外と例外があるからね例外の例外がありますけどここはまあ気をつけておいてくださいでここでまあ気をつけてい,くのは、えー、ていただきたいのが あの今さっき、取り消し、取り消しって当たり前に言ってるんだけど、無効と取り消しって違いがあるんですよ、実は。これはね、他の科目でも出てくるので、これ、落書きで落書きではない方がいいかな、無効と取り消しってさっきからちょろちょろえ何回も使ってるんですが、実は全く違います、無効と取り消しの違いの根本的なものはどう,どう違うかっていうと、どうしようもなさが無効の方がどうしようもないんですよ。どううしようもないってレベルが 向こうの場合がそんな感じで取り消しの場合にはまあそういうのはどうしようもなさを可視って言うんですよ民法ではえ可視って言ってまあこれをどうしようもなさって訳していいのか分からないけどあの傷って意味なんですもともとはえ傷って意味なんだけど要は意思表示の可視なんて言ったりするんだけどち,ょっとちゃんときれいに書いてもらえたらこれは別にあのうせやりますのであの可視って言って可視,の可視なんですよで,でこの可視の程度が向こうは大きいの。 向こうは大きくて取り消しはまあ相対的に小さいという効果があるでそうすると、ね、何が違うかというと効果として初めから当然無効、向こうです。はは取り消しは 取りり消されててて初めて遡っ無効になりまた、まあ、多分日本語的に初めてはこれこの漢字じひらがなの方がいいねえー、取り消されて初めてさかって無効になります、えー、と条文チェック入れとくといいのがえっ、ー、と121条、えー、121条に書いてあってですね取り消された行為は初めから無効であったものと見なすという規定がありますつまり 121条でそういう規定があるんだけどもこれ言い換えれば取り消されるまで有効だからねだから例えば錯誤に陥っててずっとほっといたら有効な契約だからねでしかも厄介なことは121条開いている方はえっとね126条めちゃくちゃ重要あのね取り消しってね時効があるんですよあのね5年あの追認することができるときってはまだやらなくていいけどあの知らなくていいけど知ったときから5年ですよ 知ったときから5年それからその行為から20年経つと消えちゃうんですよですから例えばあ、騙されたとかねなんかも勘違いしてたって思って5年経ったら取り消,されなく取り消せなくなります、えー、つまりこっちはこっちに書きますとあこっちが期間制限がこっちはないんだけどこっちはあるんですよ。 あの5年とか10年はまだいいよ、この条文さえ引いとけば、この条文さえ引いとけばいいです、えー、期間制限は、無効の,の場合には、過視の程度が非常に大きいので、えー、と期間制限なくて、もう何十年たったうが無効って言えます、ですが、あの原則として取り消しは、知った時から5年という形で、取り消し制限がかかるで、なので、錯誤は取り消しだから、5年経つと取り消せなくなります、あの知った時からね、えーで、実はこれが改正前民法は無効だったんです、錯誤って。 改正前は錯誤無効と言われていたのでもう何十年たとはもうが無効主張できたんですよあのあもう20年前のあれは錯誤だからって言えるんだけど今はもうできないってことね改正後民法では取り消しに変わっちゃったので非常に重要な意味を持ちますそしてさらに無効は誰でも言えます主張するのは誰でも OK です もうどんな人でも主張してください。もう無効、無効だったらもう第三者だろうが誰でももう当然無効言える。だけど取り消しの主張は制限されてます。120条を見てもらえる、120条2項を見てもらっていいえ、120条2項を見ると、ちょうど今日作語やったからね、え、作語詐欺脅迫によって取り消せる行為は、その本人か代理人か証券人に限り取り消せます。ということは、取り消せる人も限られてくる。 だからあの全く無関係の第三者が取り消すようとか言えないんです原則としては。ということで取り消し権者制限されています。 これ120条の、さっきの詐欺です、結局今日、昨後やったからね、昨後やりましたから、2項ですね。120条2項を見ていただけると、詐欺、昨後、脅迫の取り消しっていうのは、その人、もしくは代理人、または証券人、証券人って今日やりましたね、包括証券人の例として相続人とかね、そういうものが取り消せるってことで、実は無効が取り消しかってめちゃくちゃ大きかったりします。なので え講義の中では、ね、ある程度進んでから無効と取り消しというのは1回、ね、軽く回すんだけれども、ここの段階で無効取り消ししとくといいね、無効の,の場合には、ねもう、要するにいつでも誰でも言えるという感じです、いつでも誰でも最初から無効、取り消しの場合には取り消される、ま、取り消さないと効果が生じなくて、え期間も主張権者も制限されるというねえ、そういう効果が生じますということですね、でじゃあ、せっかくだから、錯誤やったら詐欺いきたいですね、詐欺脅迫、でここから先は条文バシバシやります。 まず結論。詐欺脅迫も、はい。取り消しです。そうすると今日やったも全部終わりです。心理療法は、えー、原則有効。えー、そして通報拒否表示は無原則無効。錯、え、誤、ー、と詐欺脅迫は取り消しの対象というのが正解ということになります。で、そうすると、じゃあ詐欺と錯誤って何あ詐欺と脅迫って何ってことで一応レジュメでは3ページの5ってところにね。 もこの 4, 4ページぐらいしか、4行ぐらいしかないんだけど、実はいろいろとやります。えー、この後。えっ、ー、と、まず詐欺は人を疑問して錯誤に陥らせる行為。えー、脅迫は他人に意風を与え、怖がらせるってことね。えー、他人に意風を与え、その意風によって意思を決定、表示させようとして外悪を告知するとの行為。など書いてありますが、まあ日常の誤報と同じです。日常で言うと詐欺とか脅迫という時の言葉と全く同じですから、えー、深く覚える必要はない。けれども気をつけなきゃいけないのがこいつです。 えっと刑法はは脅迫はこうなんだよね刑法の脅迫はこっちだよね、脅かすな,なんだよね。えー、ですが、民法の脅迫は強い方を書きますので、漢字、気をつけてください、あの脅迫の漢字ね、えー、条文を見ると、えー、詐欺と脅迫についてのこの漢字ね、えー、このいつも日,日常的な語法の脅迫とは違っているということになりますが、では、えー、じゃあ、一応まず96条見ましょうか。 96条すげえシンプルですよね。詐欺または脅迫により意思表示は取り消すことができる。おー、よかったね。取り消すことができるだから終わりということになります。じゃあ、96条2項。ここから先もちょっとね、えー、触れておくと、96条2項、こう書いてあります。えっ、ー、とね、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合と。まあ、ちょっとこれ見るとね、96条2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、と書いてありますが、まず状況わかんないよね。 まあすごくざっくりした絵を描くと、あごめんなさい、これ、いいか、あすみません、ちょっとこれ、書く順番の関係で、ごめんなさい、これ、一回ちょっと戻りますね、すみません、同じこと書きますけど、ウェブに上げる関係で、すみません、ちょっと、順番をちゃんとこっちの、この続きに書きます。えーっと、A が B に対して、この人がまあ騙されてると。 で普通だったら96条1項っていうのは B が A をだます場合ですわかる相手方が B が A をだましてだまされて売っちゃったみたいな、ねまあ、よくある詐欺ですよ B が A をだまして A, A からなんかぼったくったとかねそういう場合なんかが典型なんですがただよくあるのが全く無関係のやつがだますとでこの人がだまされて意思表示しちゃったっていうケースでこれにじゃ取り消せるっていう話なんですよわかる状況わかります えー、つまり原則詐欺脅迫は取り消せるんです原則詐欺脅迫は取り消せるから A が、まあ、詐欺だから取り消せそうなんですが全く無関係の第三者が A を騙すという時ですでよくあるのがあの例としてよくあるさ,っきさっきの例で言うとねあの A が飼い主で B が、まあ、画商絵を売る人であの例えば B が、ね、A に対してこ,れこのピカソ本物ですよってって騙したらそれは詐欺だから取り消せるよ。いいですね、えー あのね、それだったら詐欺で96条1個で取り消せるんだけどじゃなくて C が全く無関係なやつが A にささやくんですよあの B で売ってるもの本物だぜっつってあのなんか1万円とか2万円とかで売ってるけどあれ実は本物だから買った方がいいぜっつって A がその気になって B のとこ行って買った場合ですねでこれは詐欺は確かに行ってるけどあの別にあの B が詐欺働いてるわけじゃないでこの時ちょっと考えてほしいのが取り消せるってなると大きな問題が生じますよね B からしてみれば全く無関係なんですよ。あんた騙されてるの知ったこっちゃねえよって話ですね。となると、この場合、B を保護する必要もやっぱ出てくるということです。じゃあどうするかって言っ原則論考えてみましょう。これ取り消せないです、やっぱり。あのだって、B としてみればただ単に、えー、全く無関係に騙されてきたやつが来ただけでしょ。で、売っただけだから、それは取り消せないよ。じゃあ、例外的に取り消せる場合どういうときか。というと、B が分かってるときだよね。 要するに B を保護する必要がないときってどういうときかっていうと C が要するに詐欺を働いてこいつが騙されてるぞってことを分かってるんだったら取り消し許してもいいだろうっていうそのバランス感覚で十分つまり、第三者ってそんな難しくなくてあのああの要するに取り消し制限がかかるんですよ。こ,れがこの状態ねだからあの B がこのものが C 詐欺につき悪意があったり過失があるとき。 まあちょっと細かいですが、ちょっと書きながらになっちゃいますが、C が詐欺を働いているということですね。C が詐欺を働いているということについて、悪意融化の時に限定して取り消すことができます。いいですかね。これがね、レジュメの3ページの下のところに、第三詐欺。つまり相手方が詐欺について、悪意融化の場合に取り消しが丸になると。これ、理由が分かればいいね。要するにも、う民法って深く考えずに、状況を考えればいいんですよ。 こういう状況になったら B を保護するためには A が無条件取り消せるってなったら B たまったもんじゃないからやっぱり取り消しは制限されるんだろうなっていうところは分かると思いますでなお、担当対策でめちゃくちゃ出ることを言いますね脅迫は96条、2条は書いてないよね詐欺しか書いてません。 96条2項は相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合については意思表示を取り消すことができるとあ限定的にね相手方が悪意有価質の時のみ取り消すことができるで脅迫書いてないということはこれが仮に脅迫だったらどうか脅迫だったら無条件取り消せますなぜかって言ったらもう A が気の毒すぎるでしょわかる脅迫の場合落ち度がないんですよほとんど そこがポイントもう脅かされてお前あれ買ってこいって買わなかったらどうなるか分かってるんだろうなって買いに行ってこいでしょとなれば脅迫の場合には A の落ち度が全くないので A を保護する必要性が極めて高いから脅迫の場合ににはは取り消しは無条件になりますすと、えー、ということです、ね、詐欺しか書いてないということでそれともう一個おそらく今日の、えーまあ、最後のメインどころになりますが、えー、これですね今日あの96条3項全員無過失の第三者に対抗できない、えー、とされています 96条3項を見ていただけると詐欺による意思表示の取り消しは全員無過失の第三者に対抗することができないとされていますはい、まあ、またこれかよみたいなねえ感じがしますがこれどういう場面かっていうのを私の方で説明をした方が多分いいと思いますえっ、ー、とねこういう場面なんですよ A が B にまずこれ騙されてますね打って C に 売りましたでこれはまあ詐欺ね、まあ、詐欺に働いたとでえっ、ー、と B が A に詐欺働いて A の持っているものを売っちゃいましたでそしたら売った後に B はすぐに転売しちゃったとで転売しちゃってじゃあ C は騙されたってことで、えー、取り消しますとあ詐欺だって取り消しますと主張したこれってさどうなるかわかるよね C からしてみれば、取り消しって最初に、あの先ほど講義でも触れたけど、遡ってゼロになるんです。ですから、取り消しの効果って、まあ、一言で言えば、ちゃぶ台返しなんですよ。今まであったもの全部なしってやるのがあの取り消しなんですよ。とすると、あの取り消しってそれだけすごい効果を持つので、例えば A が騙されて売って、次に C に売って、D に売って、次々行った後に、はい、取り消しますって言って、バーンとひっくり返したら、この人たち全部なかったことになっちゃうんですよ。で、取引関係、ものすごいことになる。なので、基本的にはこの取り消しっていうのは、この C には言えないってことです。 だから取り消したから俺に返せってことは言えなくなります。ですので、さっきの権利外観法律とは趣旨が違うんですよ。権利外観法律は虚偽の外観審査第三者って趣旨だったけれども、この取り消しのこの第三者っていうのは、96条3項の第三者っていうのは何かっていうと、取り消しによってチちゃぶ台害されちゃう人を守るためです。わかりますね。つまり、レジュメにも書いてるとは思うんですが、取り消し、あ、書いてねいや、ごめんなさい。要は、 取り消しによって元に戻っちゃう訴求項ってあるんですよ。訴求項による保護するためです。ですからこれはキーワードになります。96条3項の第三者は 取りり消し前の第三者を指すすとということになりますつまり取り消される前に入ってきたやつはそのちゃぶ台に乗っちゃう要するに簡単に言うとひっくり返されるちゃぶ台の上に誰かが乗っかったらちゃぶ台返さなくなるってこと分かるかな要するによしそいつかわいそうじゃんだから権利外観法律とは全く次元が違う話なんですよ要は取り消しっていうのがそれだけ遡って巻き戻して訴求的になかったことになっちゃうってなるとやっぱり結局はあの取引安全ですよそこは変わんないよ取引安全の権利からねじゃなかったら C なんて物買えないでしょ だってもうずっと前の人が取り消したら全部も遡ってなしになりましたって言ったらじゃあ返してって言われたらそんなものを買えなくなりますから要するに取り消される前に入ってくればいいんです取り消される前に入ってくればその要するにその茶豚台の上に乗っかればその茶豚台をひっくり返すことはできないっていうことになりますでそれはだからその茶豚台返しの効果を考えればえー素行による影響を受けるものをやっぱり保護して取引を安全にするためにはこの第三者っていうのはえ96条の 参考の第三者っていうのは。取り消し前の第三者を指すということになります。じゃあ、当然のごとく善意。で、これがさあ、善意、無過失なんだよね。条文見るとね。でも、なんで無過失なのか、さっき九十四条善意だけでよかったじゃないですか。九十四条善意だけだと、なんでこれ善意、無過失までいるんですか。っていうふうに。多分、覚えようと思わなくていいわ、もういいわけね。 もう理解でできるでしょだって税無価失が必要になってるってことは A の落ち度を見てるんでしょだって A の落ち度これそんなないよ騙されてんだよある意味被害者でしょえですからこのように A に奇跡性が小さいんでやっぱりこれ,これ A に奇跡性が大きかったら税で足りるになるけれども、まあ、B に騙されて売っちゃったってことは落ち度は一定程度あるんですよあ落ち度はあるけれどもそこまで大きくない奇跡性が大きくないから C を保護する要件は無価失まで必要とするというふうにされてます いいですね。つまり取り消し前の第三者を指すということですね、でここはあのめちゃくちゃ大切です、でしかも登記はいるかいらないか、はいえー、関係としては A、B、C は全種公子ですね、A、B、C は全種公子の関係ですね。ということは、登、は、記、い、不要です、登、え、記、ー、なくても別にいいですね、登、え、記、ー、なくても全員無科なら保護されるということになります、えー、でこの取り消し前の第三者はとにかくキーワードね、えー、取り消し前の第三者、キーワードね。 94条2項のね、新たな独立した法律上の利害関係を有するものももちろんね、あの重要ではある。で、96条も、まあ、もちろんこれ新たな独立した法律上の利害関係であることは大前提よ。えー、もちろん新たな独立した法律上の利害関係であることは大前提だけど、えー、さらに今回96条の場合は取り消し前の第三者も、えー、必要になるということになります。で、なおですけど、これ、さ、と先だけどね、これ、錯誤も同じ規定あります。錯誤も95条4項。 えー、95条4項で、錯誤の取り消しの場合も同じく、えー、善意無過失の第三者に対抗することができないという規定が95条4項にあります、でこれは趣旨全く同じです、なぜかっていうと、詐欺だろうが錯誤だろうが、こいつがぐちゃぐちゃ勘違いしちゃってる状態に変わらないわけですよ。ですから、結局これが騙されて売っちゃろうが、自分で勝手に錯誤に陥って売ろうが同じでしょ。 あの取り消されてチャプター替えされちゃうとまずいから、えー、結局はその取り消し前に入人が入ってきたらこの人が全員昔だったら取り消し制限がかかると、えー、いうことを抑えておけばいいですとするとなんかこの意思表示って条文の読み方とか制度趣旨の考え方を見ると分かりやすくて93と94がワンセット95と96がワンセットって感じなんですよつまり心理留保と通報虚偽表示がワンセットの考え方で錯誤、えー、と詐欺がワンセットの考え方になっているという形になります、えーで かつですね最後になりますこれも試験対策ね脅迫はどうですか96条3項脅迫は入ってないね無制限に取り消せますからねだから例えばこれいろんなやつが出てきてもこの人が脅迫を受けてるんだったら無制限全部取り消せますだって脅迫を受けてる人はやっぱり落ち度がないから脅迫を受けてる人は落ち度がないですから A さんが脅迫を受けているとこれが今詐欺になってますけどこれ一応詐欺ね96条の詐欺だった場合には取り消しで制限かかります だけれども、取り消しじゃなくて、これが脅迫されてるんだったら無制限にいけるということになります。多分ね、レジュメにも書いたんじゃないかな、そこは。あ、書いてあるね。えっ、ー、と、それぞれ3ページのレジュメの括弧書きのところにあるけれども、えー、第三者の脅迫の場合は無条件取り消されるし、えー、96条3項も、えー、取り消しの制限はありません。と、えー、いうことですね。だから脅迫の場合にはもう無制限に取り消せる。ということだね。はい。で、そうするとなんか、ある程度スッキリするんじゃねえかな、っていうね、問題に、えー、なっていきます。 でその上で、えー、今日の問題のラストに近いところには行ってるんですが、じゃあ、さっきの取り消し前の第三者が、えー、8ページ、えー、事例問題の8ページ、だからこういう時ですね、もうこれ、サクっとやっちゃいます、えーっと、取り消し前の第三者です。えー、っとね、A 所有の高土地について、A から B、B から C へと譲渡された後 A が錯誤を理由として取り消したという場合ですね。 えー、つまり A から B、B から C へ点々譲渡がなされて取り消した後に、えー、A、B、C って言った後に、作語取り消しを言い出したと。95条に基づいて作語取り消しをした。はい、取り消しの効果を主張できるかっちいう問題になるんですが、あの、一応ポイントとなるのは図を書いた時にこのものが、取り消しより前に来てますよね。だから、まず、これをちゃんと押さえておけばいいです。つまり、取り消しの主張が、その、 譲渡後に行われてますですから、この ABC の点々譲渡において C は取り消し前の第三者ということになります。えー、ですので、えー、取り消し前の第三者っていうのに当たるよね。とすると、結局は錯誤だったら95条4項で処理すればいいということになります。で、まあ、CF で詐欺だったら、詐欺であれば96条3項になりますけれども、まあ、そうすると結論こうなりますよね。えー、C が善意無価質かどうか。 あ結論はこうなりますね。ちょっと字、ふにゃっとなってごめんなさい。えー、善意無過失なら OK ということになります。つまり、ここですな。えー、譲渡時において C が錯誤の事実について善意無過失であれば保護されるということになります。で、もちろんこれ、対抗関係ではありません。A から B はこうあの全種公主の関係になってますから、えー、登記は必要ありません。ということで、まとめになりますけど、こうですね。まあ、96条3項とか95条4項も、どちらも同じなんだけれども、第三者っていうのは、あの取り消し前に利害関係が入ったものです。 まあこの96条3項とか95条4項もね、95条4項、これアルファ、なんとか数字の4で、95条4項とかえ96条3項の第三者は取り消し前に第三者入ったものであると。で、趣旨はこれね、しっかり言えるようにしておいてください。取り消しの訴求項を制限することによって、特に害される第三者を保護するためのものですから、取り消し前のえ第三者は96条に保護されるということになります。では、 まあこれでまあなんとなく、あ,あ、そうだねって分かると、ちょっと考えると、今んちは、ちょっと事例ずらしましょうか。えちょっと事例ずらして、まあまとめみたいな問題ですが、9番。ですね。え9番の問題見ていただけると、こんな事例に変わっていきます。え A 所有の高土地について、A から B に譲渡されて、A は錯誤で取り消して、次売っちゃった。順番変わりましたね。いいですね。え A から B に売りました、 売った後に作後取り消しが先行してそのっ、えー、とに B が C に売りましたということになりますとすると C は取り消し後の第三者になりますさあこの時どうしましょうえー、いいね96条と3項で保護されるのはもしくは80 95条4項でもいいけどあの第三者取り消しの影響を受ける取り消し前の第三者は全員無で保護されるっていう話になりましたじゃあこれどうするかっていうのは実はやってみればわかる 取り消しって何か取り消しっていうのは、一応反連立場ね。最初からなかったことになるとは言っても、一回渡したものを取り消すんでしょう実質的には取り戻すのと同じなんです。わかるかなあの、確かに121条の条文見れば、初めからなかったことになるから、あの、初めから最初からない,ないことになるんだけど、でもそれはあくまでも、て付けはそうだけど、実態を見れば、例えば物を買って取り消したらどうなる返すでしょ ってなると、結局取り消しっていうのは、その実態を見ると。これなんですよ。取り消し、つまり、取り消しによって、復帰的物件変動って言われてます。ここね、ちなみに、深追いすると、学説すごいめんどくさい人になる、ここは。えー、復帰的物件変動。あ、ちなみに、復帰的物件変動って、なんか難かい、あ、ごめん、ちょっと字ちっちゃいかな。 物件変動ね、なんかすげえなんか難しいこと言ってるけど取り消して取り戻すってことね簡単に言うと、えー、そうするとどうなってます A が B に売りましたで取り消して戻しました取り消しによる復帰的物件変動があってその後売ったんだよねもう分かったかなえー、っと B を起点とする二重上渡じゃないこれ分かる A, A が B に打って取り消して A に戻るっていうベクトルと B が C にその後売っっ払っちゃったっていうベクトルは B を起点として ABAC 対抗関係ですいいですねえつまり B を起点として AC 対抗関係に立ちますということで結論からすると えー、取り消し後の第三者は対抗関係での処理ということになります、でこれがさっき私が言った復帰的物件変動説と呼ばれるもので、えーとまあ、判例の、まあ、結構確固たる立場です、えー、要は意思表示のあ、えー、とに利害関係に入った第三者との関係は、まあ、二重譲渡と同じように考えると、B が要するに A に返すのと、売っ払っちゃうのが二重譲渡なんですよ。 わかるね、え二、ー、で B は A に返すっていうことと C に売っちゃったというのは二重上と類似の関係になりますから、結局対抗関係で処理していくということ。だから、やっぱり取り消しの時点で、要するに訴求項って最初からなかったことになりますよとは言ってるけど、あくまでもこれは法的な、まあ、犠牲に過ぎなくて、やっぱり取り消しの時点で復帰的物件変動があったかのように扱うべきでしょう。実際の現象としては。で、こう返しても全然、あの、こう返すべきだよっていうことなんだけど、 で理由としては、これ,れは当記早いもん中になるんでしょだって取り消したらさすがに当記すぐ戻せでしょわかるそれをずっと放っておいたら失ってもしょないでしょわかりますよねだから早いもん勝ちにしたっていいじゃんあの取り消しの表示をした後だったらその速やかに所有権登記を行うことを要求しても国ではないと、まあ、逆の言い方をすれば取り消しした後に当記ずっと放っておいたら権利失っても文句言えないでしょだから別に早いもん勝ちしていいじゃん とといいうとここころろかられれは言われているところですただまあ理由よりはむしろなんかこの現象を考えるとこれが二重状となっているというかね対抗関係に立っていることに気付いちゃえばそんなに難しい現象ではないのかなと思います。はい、ということで大体、えー、まとめ、えー、ということになりますが、えー、そうすると結局は取り消し前取り消し後の場合の処理の仕方ちなみに事例の10番でまた扱うところなんですが要は 取り消し前の第三者は。錯誤。詐欺で考えると。九十五条四項、九十六条三項。まあ、つまり。税務過失。登記不要。ということですね。取り消し前の第三者であれば。えー、端的に。 えー、この95条4項96条によって取り消し制限だね。で一方で取り消し後第三者であれば対抗関係、まあ、1一7 7ですね。 というまあ、こんな感じです、ですので、まあ、よくマジックワード的になっちゃうんだけども、も、あのー、96条の第三者というのは取り消し前の第三者だって定義をちゃんと押さえること。 96条3項とか95条4項の第三者というのは詐欺とか取あの理由もちゃんとつけてねあの 95, 条95条4項とか96条3項の第三者というのはその取り消しの訴求項によって影響を受けるものを守るという法的趣旨のもとを作られたものだからそうするとここで保護されるべき第三者は取り消し前の第三者に限られる。 とということでまず96条3項だったら、ね、詐欺取り消しをする前の第三者に限られるんだよとつまり取り消しの訴求項を保護するためのものなんだとでだから取り消し前の第三者であるならば税無課室だったら96条3項で保護されるけれども取り消し後の第三者っていうのは96条3項の第三者ではないわけだよね。 いいですね。取り消しの訴求効果は無関係だから。ではどうするかって言ったら、復帰的物件変動を観念できるから対抗関係で考えていきましょうと。まあそういうふうな形になってまいります。はい。ということで、だいたいここまでのところで、えっ、ー、と、まあ一応意思表示についてはほぼほぼやったという形になります。で、そうするとね、あのー、一応今までバッとやっていったところなんだけど、 まあ最後お,まけおまけというか意思表示のまとめ的なところとも触れるけれどもまあ結局、この4つなんですねでまあ大体の考え方としてまあ大きなベクトルとして言えることはあの要は、表依者を守るのかそれとも相手を守るのかということですよねで言い換えれば表依者を守るということはその人の意思を重視するとかるねその人の内心を重視するという立場だよねで相手方を保護するということは表示されたものを重視するという立場でしょ なので、あの、ちょっと学,学術的な話になっちゃうんですけれども、要は、この、表依者を守るべきだという考え方を意思主義っていうんですね。えー、つまりその、その人の真意を大切にしようと。その表依者を保護しましょうというのが意思主義と呼ばれるもの。で、いやいや、そうじゃないと。その、意思ではなくて、表示したものを重視すべきだ。だから、言ったからには言った通りになるべき。言ったことが、その、相手方を保護、言ったことを信じた相手方を保護するべきだと表示主義になるんです。 で、実はレジュメの1ページで一番最初にそれなんて書いてあったんですよ。で、実は意思主義と表示主義っていう言葉はあるんだけど、民法を見ると分かります基本的に心理留保以外は全部意思主義とってます。その人の内心でしょだって通防拒否表示は無効なんでしょつまりそもそも売る気もない買う気もないっていう意思ならば無効だよね。でしょで、例外的に表示主義なんですよ。善意の第三者が現れたらそいつは対抗できませんよと。 だ全員の第三者が現れると、向こうでは表示主義になるんですよ。で、錯誤と詐欺脅迫度、錯誤詐欺脅迫は取り消せるってことは意思主義だよね。その人が、要するに騙されている。その人が勘違いしているんだったら取り消せましょうっていう意思主義になる。だけれども、その後に取り消し前に第三者が入ってくれば、取り消し制限がかかる。それはなぜかって言ったら、やっぱりそのものを保護するために今度は表示主義になるわけですよ。っていうイメージなんです。 えですので、意思主義と表示主義というのは基本的に表裏一体な関係になるわけ、ね、その要するにその人の内面と要するに意思表示のトラブルって、ね、突き詰めて言うと要するに言ってることとやっ,言ってることじゃない思ってることと言ってることは違うんですよだから思ってることを重視するのか言ってることを重視するのかだから結局さっきのいろんなどっちを保護するのかによって意思主義か表示主義かというのが切り替わっていくというのが民法の立て付けなんですねとするとスタートは意思主義なんですあの通報拒否表示も錯誤も詐欺も でそれが要するにあの相手方が悪有価値だったらこうなるとかいろいろ錯誤もありましたよねいろいろ行ったり来たりしましたよねあれは要するに意思主義の要請か表示主義の要請かが行ったり来たりするだけなんですよっていう、えー、考え方をすると分かりやすいのかなと思いますで例外は心理留保だけ表示主義なんだよね、まあ、言ったからには責任取れよってね <laughs> あの心理留保だけは、ね、あの言ったからには責任取れよって話で心理留保のみが表示主義を取っていますでそれがこれですね あのまあ本当は最初にやるべきなんだけど全部やってからの方がわかりやすいっていうねあの実は民法の学習そうなんですよだから私は一番最初民法の一番最初民法とは何かとか、ね、人とは何かっていうのはあの入門の中であの最初にやるともうかえってわかんなくなるというところあってこれこれもだから最初にこれやるよりは全部やった後に戻って来ればそういうことがってなるわけ、ね、で結構民法に限らずまあ一回目の講義なのであの特に予備試験とかのまあ法律の体系的な学習をやるときやっぱり結構そこ大切であの事例とか制度とかそういったものを抑えた後に戻ってきたらこういうのって結構 しっくりすするんですよそうするとしっくりすると、じゃあ復習するときに、さっきの意思主義、表示主義って分かった段階でもう一回こっちの事例というかね、あの内容を見たら、それでもう一回固まってくるっていうね、そういう感じのところがあるんですよね、ここはね。で意思主義はまあいいねあの、内心と意思が食い違うときには内心意思を重視しましょうという考え方、表示主義ってのはどうあれ表示されたものを重視する、つまり相手方とか取引の安全を,取引安全を重視するという考え方で、民法では基本的に心理流法を除いて原則として意思主義が採用されると。 で相手方とか第三者保の必要がある場合に例外的に表示主義による調整が図られるという立て付けを取っているよとすればスっきりするでしょそれがあの位置表示の,今日のまとめということになりますで,で位置表示これで終わりかと思ったら、ね、ページが1個ビヨーンと残ってて <laughs> えっとね このね下の米印についてはあの本当に担当対策になるところで一応後々になって勉強する時に必要かなという限度でつけたんですが一応あと最後に意思表示の到達だけは触れておきますえこちらはですねあのこれも民法がねえと改正されたことによってある程度しっかりと抑えなきゃいけないところでして意思表示っていつ効果が発生するかという問題ですあの普通だったらタイムラグゼロですよね しゃべってから届くまでもう0秒でしょだ問題になるのは手紙とかです売ってくださいって手紙出して届くまでにタイムラグがありますよね、えー、まあインターネットとかだとあんまりないのかなでもまあ送信してからなんか通信障害があってから受信するまでタイムラグがあるから、まあ、あんまりそれ想定しない方がいいかもしれないけど、まあ、基本的にはなんかあのタイムラグが生じるときに発信したときに効果が生じるのか届いたときに効果が生じるのかっていう問題はやっぱあるんですよ でこれちなみに民法だといろいろと複雑だったんだけど改正されてかなりすっきりしたんですよあの全部到達です原則としては、まあ、到達全部と言っちゃったけどあの到達ですつまり発信した時じゃなくて届いて初めて意思,が成立すると意思表示が成立するとされています、えー、ですので届かなかったらだめということですね原則はね、えー、と97条に一応規定はありまして意思表示をするときは基本的には相手方に到達した時からということになります で、到達した時からということですが、この到達とは何かというと、これは様々な科目で共通します。え、現実に受け取る必要はありません。相手方の領地し得るようにすればいいです。ですから、普通通常の例で言うと、ポストにポンと入れば、通到達です。その人が受け取ってような中のうがね。 かその人が住んでる居住地でもちろんね前提としてその人が居住しているところのポストに入れればそれはもう勢力範囲に入れたことになりますから到達になりますあとはその人じゃなくてもわけまのあるものが受け取った場合ですね、えー、同居の家族とかが受け取れば到達ですわかりますね、えー、同居の家族が受け取れば到達だったりしますであとは職場に送って職場の上長が受け取るとかも到達になります、えー、要はその人自身じゃなくても取引上の社会通念で領地しうるがポイント領地することはいらないんです 領地し得るように、えー、勢力範囲に入れば足りるということだからまあ下に書いてありますが現実に領地することは必要ではありません でちなみに、じゃあ、じゃあ分かったってポスト全部、じゃあガムテープで貼ればいいのかみたいなね。えー、なんか、分かるなんか解除されたくない時とかね、通知が届いたら解除されちゃうから、じゃあ分かったってね、えー、じゃあガムテープとかでバーッとね、あの、郵便受けで縛ったりとかね、郵便局員ね、なんか、無理やり妨害するとかね。まあそういうことできるかというと、ちゃんとそこは民法規定があるのよ。2条、2項 <laughs> あの、正当理由なく妨げたら、その瞬間に、あの、通常到達すべき時に到達したものを見なされちゃいます。 いいですね、だからあの郵便局員が来たってこってこれ絶対解除通知だったときた時に羽がいじめしてね俺のポスト入れんじゃねえって追い返したとしてもだめですあのその,あの通常到達すべき時に来ちゃってますからそれはもう到達が犠牲されますこれは当然だよね、えー、正当な理由なく到達通知の妨害をすればそれは到達が犠牲されるということになりますででちなみに1個だけ、ね、注意しなきゃいけない例外はこれあの、ね、通知出して死んじゃったケース 売ってくださいっていう通知を出して到達でしょだけど死んじゃったらその人いなくなりますよね。で死んじゃった後に到達した場合はこれは有効です。有効です。これはあのちょっと細かいかもしれませんがえっ、ー、と一応頭の中に入れておいてください。意思表示の通知が発出した後ですね。 意思表示の通知が発出した後に、憑依者が死亡したり、意思能力がなくなったり、行為能力制限っていうのは、青年非公権になっちゃったりとかね、重度の認知症で裁判所から公権回収審判を受けちゃったとか、ま、実際通知を出した時は、あの、ピンピンしてるというかね、問題なかったんだけど、通知出して届くまでの間に何らかのトラブル。憑依者の間で死亡とか意思能力喪失、行為能力制限を受けたとしても、到達すればいいです。というのが一応民法の立て付け。なぜかって言ったら、出した時の意思はちゃんとしてるから。 いいよね、その発出した時の意思はちゃんとしてるからその意思がただ単に届いたまでの間にトラブルになってるだけだから別にそのピンピンしてる時に出した意思がちゃんとそのまま伝われば意思表示としては有効に整理するということになりますいいですね、まあ、ちょっと例外はあるんです契約の申し込みの例外というのが下にあるんですがこれは後でいいですこれは後で構いません えこれ今やるとねあのなんかすごい細かいことに行ってしまいますので学習としてはあの契約っていうのを勉強する時にこれ話するので今は原則だけ抑えましょうえ原則としては到達主義であること領地しうるならばいいえそれから発出してから死んだりしても届けばいいっていうねえその3点セットが条文の97条の3つの規定になるでさらにじゃあちょっと細かい話はえしない方がいいところではあるんですがこれはでも重要だからやります。あのね じゃあ、解除の意思表示したいんだけど、そいつがどこにいるか分かんない時ありますね。分かりますなんか、売買契約の解除の意思表示をしたいんだけど、所在不明でどうしようもない。えー、そういう時はどうするかというと、一応ね、工事という方法があります。えっ、ー、と、相手方が誰だか分かんないとか、相手方の所在が不明なんだけど、でも、家を、例えば、大家さんがさ、アパートを、例えば、えー、貸してて、賃借人の人が、なんか、いつまでたっても家賃払わないから解除したいと。 解除したいんだけどその人がどこにいるかわからないともしくはもう行方不明になっちゃってるでも解除しないと勝手に明け渡しできないでしょだから解除する必要がある時どうするかって言ったらやっぱり相手がもうどこにいるか所在不明行方不明だった時どうするかというとあの裁判所に掲示するんですよ公示って言いますあの裁判所に掲示をしてあと官報ってのに広告をするんですね、まあ、官報を見る人はほとんどいないかもしれないけどもあの 一応ね、あの、皆が弁護士業とかもしね、あの、放送で弁護士の方の放送のね、道を考えるとね、結構官報とか使うこと多いですから、あの、官報の掲載はもう、あの、結構身近にはやるんだけど、まあ、一般の方はなかなか見ないところですね。まあ、裁判所の掲示も見ないけどね。あの、一応ね、あの、ルールがあって、あの、裁判所に掲示して官報の広告をすると、2週間経過ですね。官報掲載から2週間経過したら相手方のところに到達したものとしてもらえます。 ですので、あの、官報っていうのはそういう効果があるんですよね。あの、一応相手方が所在だから解除しますよって意思表示を、えー、解除しますって意思表示を裁判所に掲示して官報にポンと出すと、それで官報掲示祭から2週間後に相手方に到達した場合と、えー、到達したということになります。一応細かいですけどね知ってる、知ってるだけで全然いいよね。で、ちなみにあの、相手方に過失ある場合はダメです。わかるあの、探せばすぐいるじゃんみたいなね。 すぐ隣に住んでるのにあの探さないで、ね、行方不明ですとかってやっちゃうとそれは無理だよということです、ねはいはい。ということです、でちなみにあのこれはあの民事訴訟法でも近いこと出るんですがあのどこにじゃあ裁判所に掲示するかなんですねあの相手方が誰だか分からないときはあの自分の所在の裁判所です。 わか,かるね、要するに自分が誰かに対してなんか意思表示をしたいんだけど、その相手方がそもそも誰なのかすらわからないで、相手方が全くわからないときは、その憑依者の住所地に管轄する裁判所に行きます、で所在不明、どこにいるかわからなくなっちゃったと、つまり何者かは分かってるんだけど、どこにいるかがわからない、まあ、よくは夜逃げしちゃったみたいなケースですね、そのときは最後の住所地です。 分かる一番最後まで住民票を追いかけていって、えー、住民票の一番最後残っているところの管轄裁判所という,ふうな形になっていますので、えー、これは、まあ、豆知識ぐらいでいいかなどこの裁判所に行くって今の段階は民法の1回目だから、ね、ここまでやる必要はねえわと思ったんだけどあの民事訴訟法とか実務基礎になるとあの管轄ってめちゃくちゃ重要なんですよ。 あのどこの裁判所にじゃあやるんですかって言われた時に答えられないとあーってなっちゃうから、まあ、少なくとも条文でまあ引けばいいんだけれども知識としては今言ったあたりですね相手が何者かがわからないんだったら自分の近くの裁判所です簡単に言うとで相手方が誰か分かってて行方不明だったらそいつの最後の住所地まで行きますというね、えー、そういうルールになっています、まあ、大体このぐらいで大丈夫かなという感じですねあとまあ一応まあ気持ち悪いからやっとくとあの 受領能力がないケースですね、相手方がね。医師無能力とか未成年とか成年非貢献人とか、まあそもそも医師無能力者とかだと分かりやすいかもしれないけど、その人は受け取れないんですよ、やっぱり。医師能力、理解できないじゃん、医師表示を。分かるね。医師表示を理解できないものっていうのは医師表示を受領する能力がないんですよ。じゃそのものに対する医師表示は当然到達は言えません。分かるね。あの、成年,年非貢献人に言ったよ、じゃダメでしょ。そもそも、あの、 要するに、正確に受領することができないからね。そういう能力がないのでできないんだけど、例外としては、相手方の法廷代理人とか、あの、回復後の相手方が意思表示を知った後は対抗できます。いいですね。あの人に言ったよって。要するに、あの、簡単に言ってしまうと、えー、っとね、まあ、青年非後見に、まあ、先ほどもちょっと言ったけれども、まあ一般的には重度の認知症の方が多いんだけれども、じゃあ、重度の認知症の方に、じゃ契約解除するって言っても、それは対抗できないよ。 だけど契約解除するって対抗できないけど成年後見人って人がいるんだよね。成年非後見人っていう場合には裁判所から成年後見人という人が選任されていきます。でその時は成年後見人がそのことを知った後は言ったよねって言っていいってことわかるね。もしくはあの例えば成年非後見人が認知症を回復して え要するにきちんとした形で受領能力が回復した後にああ意思表示したよという場合だったらその後は対抗することができますということでまあこれは知識問題だねえですのでまあ大体こういうふうなえところがありますよぐらいでいいと思いますはいじゃ一旦戻りますね。 で、一応レジュメの方ですね、今日の内容は大体ここまでということになります。で、一応ね、重要なところはやっぱり1ページから、まあ、レジュメとしては3ページなんだけれども、それだけ、あの、まあ、講義、まあ、約3時間やってるわけですけれども、えー、それだけ、あれで3ページでそれだけ、まあ、詰め込んでますので、あの、レジュメについてはとにかく、なるべくね、あの、情報集約する形で、えー、もうやったことをすべて、あの、頭の中に入れていただければと思います。で、あとはね、講義メモもそうですけれども、まあ、事例解説中も復習した上で、えっ、ー、と、本日は この民法のチェックシートの方ですと。まあ、やっぱり頭の中に押さえなきゃいけないものっていうのを一応まとめてますので、えっ、ー、と本日だと3ページからまあ、そんな多くないですよ。やっぱり3ページから5ページまでの大体3ページぐらいにまとめてますので、えー、その3ページ分のところとかはまあちょっと復習して理解できたらパーっと見てね、えー、あ、そうだね。そうだね。って形でいければいいかなと思います。でなおですけど、やってないものについてはえっ、ー、と一部あるのかな？確かえっ、ー、とあ大丈夫かな？今日やったところは大丈夫かな？ えー、あごめんなさい。えっ、ー、と、3ページの一番下ですね。えー、チェック指導3ページの一,一番下の、用物契約における目的物の交付を書く場合の94条2項適用の可否というなんかタイトルついてるやつありますが、えー、こちらについてはやや応用的な問題になりますので、今回の第1回の講義の中ではまだ扱ってませんので、えー、それ以外のところについては一通りやったという形になります。で、あとはまあ復習の仕方というね、1回目の講義になりますので、まあ基本的に予習はま全くいりませんので、予習は全くいりませんので、えー、復習の仕方としてはやっぱり、 あのレジュメとチェックシートで特に復習するときはなるべく、まあ、講義目もしっかり見ていって、まあ、理解納得することが中心です全部覚えるというよりは、えー、書いてあることを納得して自分の言葉で大体分かるというのがまずスタートで覚えるべきものについては大体チェックシートでまとめられていますので、えー、なるべく反復してみるとで最初の段階はあのもうひたすら覚えるというよりはまあ見て何回も何回も繰り返し見て忘れないようにするという形をと、えー、っていただけるといいかなと思いますで特にまあ民法講義自体はまあ24回という形 結構長丁場ではあるので最初にやったことをやっぱり途中から忘れていくというのがあるのであのチェックシートの使い道としてはあのもし可能であればですねあの講義に入る前にそこまでのものをもう1回バーッと見るということをルーティン化するといいかなと思いますだから第1回だったら第1回なんだけど例えば第3回だったら第1回、第2回のところを見るで第11回であれば第1回から10回まで。 つまりそこまでのところって正直、たくさんやってればやってるほど、まあ、見る回数なんていらないんですよ、極端な話、10秒ぐらいで見れちゃうんですよ、知ってる、知ってるになるからね。 なのでもう知ってるものをどんどん,どん,どんこう積み上げていくというイメージであのいなるべく最初にやったものから前回のところまでチェックシートをパラパラパラって見ると覚えてなくてもいいです、えパラパラパラと見るとこういうことをやったなということがあの頭の中に入っている状態で、えー、次という形になるのでもちろん完璧に復習するというよりは何回も何回も繰り返していってでろ正直なの論文の中でね論文問題を解く中で大体使い方が分かってきてで実際、頭に入れたものがこうだったんだって再構築されてくるのでそこはなるべくあの完璧主義にならない。 言ずにも出てきたものをま見ていってね納得していくって。ところで、もし余裕があればチェックシートの方だったら覚えられるものは覚えていくという作業ですかね？っていう形になろうかと思います。まあ、少なくとも納得しないで覚えるのが一番怖いので、まずは最優先納得でで。あので、次に納得できたら、じゃあ答案で使えそうなものっていう形でチェックシートに書かれていることをまあ、繰り返し見る中で覚えていくという作業にしていくといいと思います。で、あとはセブンサミットの使い方としては？ あのまあ、バーと全部読むのは結構危険です、あの一応危険と言っちゃうといけないんだけれども、もの今の段階だとある程度、全部見るっていうふうに思っちゃうかもしれないんだけれども、も1年合格コースの場合だと、えー、簡単に言うと1回目から2回目だったらね、えー、そんなに多くないからいけるじゃんって形で読めるんだけれども、も最終的にあのこ,この民法1の内容って何回ぐらいで終わるかって、8回ぐらいで終わってしまうので、えー、通常の講義スケジュールって考えていくと、大体2週間前後で、えー、終わって、2週間から3週間かな、2週間から3週間でこれ終わっていて、2冊目も2週間 で2週間から3週間で終わっていくというペースでいっちゃうのでえ仮になんか完璧に読んでいこうとなっちゃうと逆にあのスケジュール上回らなくなっちゃうリスクの方が高いので、まあ、使い道としては、まあ、読んでてあの講義名も読んでてよく分からないなというところとかをもうちょっと読んでおくかみたいな感じで読んでいくのが妥当かなと思います、であとは今日の講義ではほとんどないんだけれども講義の中で使う場合には指摘しますのであのここの部分、特にあの図とかがきれいなものなんですよ。図とととかかがきれいなものとかああはまあ あの人物関係図ですね。 あの、A, B, C みたいな人物関係図が私が書くよりはこのレジュメに書いてある方が分かりやすいじゃんみたいな時とかには使えますので、あの、どちらかというと辞書的な使い方だと思ってください。で、おそらく学習が進んでいって、あの、他の科目になっていくと判例をしっかり読み込むっていう科目が出てくるんですよね。え、判例をしっかりあの、じっくり読み込んでいくって場合には、セブンサミット判例集として結構使い勝手がいいというかね、一元化されてますので、あの、その意味では判例集としての使い方と、あとは、その、必要な部分について のリファーとといいいう形で進めていただければと思いますあの本当にな,なんでそうなるかというと司法試験までのレベルのものの全部の教材になっているのとあとはまあ全体を本当に何でも書いているという教材になっちゃいますので、えー、予備試験で使うものとなるとそれをもう圧縮するというのが、ね、効率的だと思いますのでまずは、えー、と講義メモの部分で触れられているところとかを、ね、しっかりと押さえておいてください。 はい。では、それではですね、次回の講義はちなみにですね、代理ですね。前回、えー、あ前回というか今回の講義でちょろっとあの、110条って話をね、えー、したと思いますけれども、まあ、意思表示と並んで、まあ、代理っていうのもね、プレイヤーが増えますからね、えー、問題の中では重要度が高いものになりますね。そこのところをまずは扱っていくことになります。では、えー、それではですね、本日の、えっ、ー、と、1年合格専用の、えー、入門講座の民法本論編の第1回の講義は以上になります。それでは、お疲れ様でした。